すまない。先方に商談は中止と伝えてくれ。深く眉間にシワを刻みながら絞り出すようにそう言った社長。この日はアメリカの会社との商談に社長と営業部長とで向かっていた。その道すがら社長が突然うめき声を上げて苦しみ出したのである。ちょっと痛みが、と言いながら脇腹を押さえた。最初はごまかすように曖昧に笑うことができていたが、少しすると荒く呼吸を繰り返すことしかできなくなっていた。到底商談に行けるような状態ではない。それで彼は中止だと言ってきたのだ。その場に救急車が到着し、社長がストレッチャーに乗せられる。俺は口を開きこう言った。社長、今日の商談はこのまま予定通り実施してもよろしいでしょうか。すると彼は驚きから目を丸くし身を起こそうとした。慌てて救急隊員に止められ、再び寝かせられる。なんだって、このままって。俺は社長の目をまっすぐに見つめた。少しでも安心させられるように、信じてくださいという気持ちを込める。このあと100億もの利益が見込まれる商談は、思いもよらない結末を招くことになるのだった。俺の名前は豊永勇気。今年で31歳。そこそこ大きく有名である A 社に勤めている。ほんの少し前までは訳あって役員お付きの運転手をしていた。その訳というのは、自分の心がすっかり参ってしまっていたことである。その昔、俺が小学生の頃に父が亡くなってしまってから、俺の家は貧乏になってしまった。母は俺と双子の弟たちを養うために朝から晩まで毎日働き詰めて、その収入やさまざまな支援を活用していたが、家計は火の車。自分の家は裕福ではないことに気がついた俺は、母を助けるためにいい企業に就職するという目標を抱くようになった。そのためにまずは勉強していい大学に入らなくては。その思いから毎日長時間勉強に励んでいたものだ。そして無事に大学を卒業して就職することができ、実家に仕送りをしていた。そんな矢先、母が仕事中に倒れて、そのまま亡くなってしまう。俺の原動力となっていたのは、母に楽をしてもらうという目標だった。まだしてあげたいことがたくさんあったのに、おいしいレストランに連れて行ったり、プランを練って旅行を一緒に楽しんだりしたかったというのに、もうそれは叶わないのだ。俺はすっかり気力を失ってしまい、何も手につかない状態となってしまった。仕事などもできる精神状況ではない。俺は当時勤めていた会社を辞め、一人で塞ぎ込むようになった。光のささない闇の中をさまようような日々。しかし、とある縁が俺をそこから救い出してくれて、A 社にて役員お付きの運転手になったのだ。その役割を数年間務め、ある日偶然にもかなり大きな取引を成功に導いたことで自信喪失状態を脱し、営業部に移動することを希望して今に至るというわけである。運転手を完全に辞めたというわけではなく、役員から同行を求められた時だけ運転もするというかなり特殊な役回りとなった。今までは駐車場で役員を待つことが多かったので、事務所に入ることの方が珍しかった。だがこれからはそちらの方が当たり前になる生活へ変化するのだ。周りから怪しまれないようにこっそりと深呼吸をし、新入社員かのようにキョロキョロと当たりを見渡したくなるのをこらえながら足を踏み入れる。俺は事務所の奥でデスクの整理をしている男性に近づき挨拶をした。おはようございます。本日から営業部でお世話になります、豊永勇気です。男性がくるりとこちらを振り向く。そして人の良さそうな笑顔を浮かべ、握手を求めて右手を差し出した。いや、豊永君だね。私はこの営業部で部長をやらせてもらっている山吹明と言うんだ。これからよろしくね。
よろしくお願いします。部長の話し方はハキハキとして聞き取りやすいが、きつさなどは全く感じさせない。頼りになりそうな人だな、と俺はほっと胸をなでおろす。この日はオリエンテーションや営業部の仕事の進め方について勉強するのが中心だ。これで部署内の雰囲気をある程度つかめるだろう。その後数日はデスクワークがメインで、慣れてきた頃に先輩の営業に同席する方針だと部長が説明してくれた。それも慣れたら豊永くんにも自分の担当を持ってもらうよ。何かこの時点で質問などあるかな？いえ、大丈夫です。そう答えると部長は、それならよかった。またわからないことがあったらいつでも聞いてくれ、という優しい言葉を添えてくれる。簡単な説明を聞き終えた俺は、出社してきた先輩たちに逐一挨拶して回ることにした。おう、これからよろしく。一緒に頑張ろうな。みな歓迎するような言葉を口にしていたが、表情にどこか影が差しているように見えた。いや、気のせいかもしれない。俺はゆるく首を振って自分のデスクに戻る。始業時間を迎えると部署内で朝礼が始まった。今日から営業部の一員となった豊永くんだ。はじめまして、豊永ひろきです。これからよろしくお願いいたします。部長が俺のことを手で示してきたので、前に立って当たり障りのない挨拶をする。ペコリと頭を下げるとパチパチと拍手が響いた。顔を上げて皆の顔を見渡す。彼らは一様に柔らかい笑顔を浮かべ、まっすぐにこちらを見つめていたのだった。数日後、俺は事務所で先輩に事務仕事を教わっていた。時計が定時を指し、ちらほらと帰り支度を始める社員も出てきたところで、皆さん、というよく通る声が響き渡った。その方向を見ると、佐藤さんという先輩が立ち上がってフロアを見渡している。なんだろうと首をかしげていると、彼が言葉を続けた。一部の人にはお知らせしておりましたが、自分は本日をもって有給休暇に入り、そのまま退職する運びとなりました。それを聞いた他の社員たちの反応は、ねぎらうか驚くかに二分された。引き継ぎなどの事情で事前に知らされていたであろう人たちは、お疲れ様でしたと言いながらペコリと頭を下げている。俺をはじめとした何も知らなかった人たちは目を丸くして佐藤さんのことを見つめていた。驚いたのは、その知らせが突然だったからという理由だけではなく、部署移動してきて数日の俺でも噂を耳にしたことがあるほど彼が優秀な営業マンだったからだ。毎月売上トップ3入りは確実の実力者だとも聞いていた。そんな彼が退職してしまうとは。転職してまた違う会社で営業するのだろうか。そんなことを考えながら、一人一人と握手を交わす佐藤さんの姿をぼんやり見つめる。豊永くん、たった数日だけど君が頑張っているのは見てわかったよ。これからもその調子でね。君ならきっと大丈夫だから。ありがとうございます。俺のことも見てくれていたのだということがなんだか嬉しく、またもっと一緒に仕事をしてみたかったなと寂しくもあった。佐藤さんは次に部長のところへ向かった。だがどこか様子がおかしい。急に足が重くなってしまったかのように足取りがゆっくりになっていったのだ。ためらいが透けて見える気さえする。山吹部長、お世話になりました。挨拶の声もか細く震えているように聞こえた。顔は見えないのでわからないが、やや丸まった背中から気まずい顔をしているのではないかということが察せられる。お疲れ様、佐藤君。今後の君の活躍を祈っているよ。はい。部長の顔はいつもと変わらない穏やかな微笑みをたたえていた。しかし不思議と影が差して邪悪なものに見えたのだった。営業部へ移動してから1週間、先輩たちや時には部長直々に仕事を教わりながら少しずつ仕事に慣れていった。何かわからないことがあればいつでも聞いてくれていいからね。優しく言ってくれる部長の顔には佐藤さんの退職時のような違和感はない。
見間違いだったのだろうかと首をかしげる。新人教育はデスクワークのみの期間を終え、営業の現場に同行する段階に立った。過去に一度商談の場にて成功させたことがあったが、あの時は切羽詰まっていて無我夢中だった。いわゆる火事場の馬鹿力というやつである。今の俺にあの時のような力は出せない。改めて営業についてしっかり学ぼうと俺は意気込み、同行する部長の背中を見つめた。本日は貴重なお時間をいただき誠にありがとうございます。こちらこそ足を運んでくださりありがとうございます。そんな挨拶を皮切りに商談が始まると、緊張からか手のひらに汗がにじんでくる。ペンを取り落としてしまわないよう指先にぎゅっと力を込めた。どんなことをどんな順番で話していたか、買ってもらえるようにするためにどんな説明をしていたか、俺はそういったことをメモするのに必死だった。商談相手に見られていた状況だったというのに。豊永君、熱心なのはとてもいいことだと思うが、もう少し相手と顔を合わせた方がいいかもしれないね。商談後、 A 社に戻る道すがら部長にそう指摘され、ようやく自分が恥ずかしい振る舞いをしていたことに気がつく。すみませんと言うと、彼の表情がふっとほどけ、声色が優しいものになった。ま、今日は初回だからね。これからいろいろと覚えていけばいいさ。その言葉に俺は素直に、早く役に立てるように頑張ろうと思うのだった。それから数日後、定時間際になって聞き覚えのあるようなフレーズが部署内に響く。本日をもって有給休暇に入り、そのまま退職する運びとなりました。今まで大変お世話になりました。佐藤さんと同じように鈴木さんという先輩が退職を公表したのだ。一人一人に挨拶回りをするのも、部長に対してだけは足取り重く気まずい雰囲気を醸し出すのも同じ。ここまで同じようなことが起こるだなんてと、俺は思わず食い入るように鈴木さんの方を見つめてしまった。すると部長が違和感のある表情を浮かべていることに気がつく。はためからはいつもと変わらない穏やかな笑顔に見えるが、目に邪悪な光が宿っているように思えてしまったのだ。それに気がついた瞬間、うっすらと二の腕に鳥肌が立つのを感じる。鈴木さんは佐藤さんに次いで営業成績のいい社員だった。優秀な人材がたった数週間ほどで矢継ぎ早に辞めていく事態に、俺は直感的に偶然じゃないなと考えてしまった。俺は再びちらりと部長の方を見る。彼の顔からはもう違和感が消えており、普段のような表情に戻っていた。だが俺は彼のことを前までのように優しい人物だとは思えなくなっていたのだ。表面的には優しい部下思いの上司かもしれないが、時折見せる表情に何かが隠されている気がしてならない。佐藤さんたちが退職に至ったのにも一枚噛んでいるのではないだろうか。いや、そもそも部長が関わっていようがいまいが、こうして優秀な社員が次から次へと辞めていくこと自体に何かしらの問題がある。俺は頭の中で過去の記憶を掘り起こしていた。すさんでいた時期からこうして営業部で仕事ができるまでに心が回復したのに、このままでは赤字を生み出してしまう。疑念を解消すべく、俺はこっそり調べてみることにした。とは言ってもできることなど部長の普段の言動を記録することくらいだ。俺は営業に同行するときとは別のメモを持ち歩くようになり、都度そこに記載するようにしていた。また営業部の先輩社員からも聞き取りを行うことにした。え、山吹部長？豊永君も知っての通り理想の上司だよ。そう語るのは田中さん。山本さんという先輩に聞いてみても、すごくいい人だよな。こんな言い方したらいけないかもしれないけど、上司ガチャ大当たりだよと部長を尊敬しているという声ばかり。確かに彼の行動は社会人が思い描くような理想そのものだった。部下に至らない点があれば叱るが、感情をぶつけるのではなく改善点を指摘する。部下が手柄を上げればきちんと褒め、その功績の大きさによっては
会社の近くにある割烹料理店で奮発することもある。そんな彼が指導するからか、営業部全体にいい空気が流れていた。到底闇があるとは思えなかったが、社員が次々に辞めていっているというのもまた事実。俺の勘違いなのか。何もつかめないまま数ヶ月が経ってしまい、俺は頭を抱えた。とある人物に電話をかけ、現状を報告する。いや、もしもし。もしもし、お疲れ様です。俺は調査の結果をかいつまんで説明した。その間、電話の相手は時折、なるほど、といった相槌を打ちながらも、遮ることなく最後まで聞いてくれる。というわけで、今のところは何も見えてきていません。うむ、そうか。こちらからアクションを起こすしかないようだな。また後日連絡するよ。電話越して顔が見えていないにもかかわらず、俺は無意識のうちに頭を下げてしまっていた。かしこまりました。お待ちしております。電話を切り、小さく息を吐いた俺はスマートフォンをポケットにしまい、その日は退社したのだった。そんなある日、俺は A 社の社長岡崎慎太郎さんの商談に運転手として同行することになった。部長もそのメンバーに含まれている。長く運転手をやっていたこともあって、やはり手袋がよく馴染んだ。運転席に座ると自然と背筋がまっすぐに伸びる。取引相手との集合場所である都内のレンタル会議室を目指して、俺は車を走らせた。今回の商談相手は海外から日本出張に来ているアメリカ人で、向こうの予定からして時間に遅れることは許されない。なんだか前にも同じ状況があったなとぼんやり思い出す。辞めた石田専務という人物が頭の中をよぎり、苦笑いを浮かべた。石田専務というのは少し前まで A 社の専務だった人物だ。とにかく横暴で、気に入らない人間を徹底的に見下していたのである。俺もそれを受けていた一人だった。車の免許なんて誰でも取れるだろう、この無能運転手が。そのような言葉を何度吐かれたことだろう。石田専務はとにかく暴言を口にしないと気が済まない性分のようで、海外の会社を相手にした商談時に助けてくれる通訳さんにも、お前の代わりなんていくらでもいるんだよなどと発言していた。多くの人が彼の言動で傷ついたのだ。罵詈雑言で若い社員たちを怯えさせ、直接ターゲットにされた人物にため息をつかせ、そんな日々だったが、ある時彼も関わるとある海外の会社との商談時に通訳さんが倒れるというトラブルが発生した。その日も俺は運転手として社長、専務、通訳さんを乗せていた。今でもその焦燥感を覚えている。社長のうまくいけば100億円もの利益になるだろうといった言葉を聞いて、手のひらに汗がにじんだものだ。いろいろありながらも商談はうまくいったが、それと同時に石田専務の横暴な言動が社長に知られた。そして社長が調査を行った結果、社員たちからの不満が噴出し、それがきっかけで専務は会社を去ることとなったのである。到着しました。ああ、ありがとう豊永君。レンタル会議室から徒歩数分のところにあるコインパーキングに車を止め、時間まで事前打ち合わせを行う。今日の商談は100億円もの大きな取引につながるかもしれない重要なものだ。山吹君も豊永君も心してかかるように。社長の言葉に改めて身が引き締まる。唇を引き結んだ俺とは対照的に、部長の唇はこう描いていた。こんな大事な場面で社長からご指名だなんて、なかなかやるね豊永君。まさかそんなことを言われるとは思わなかった俺は、ビクッと肩を震わせる。そんなことがありつつも、打ち合わせの段取りを確認し、印刷した資料など忘れ物がないかカバンの中身を念入りに見た。よし、問題なさそうだな。社長の一言に俺も部長もうなずき、時間が来たため車を降りて出発することにした。今のところ何も問題はなさそうだ。石田専務の時は途中でトラブルに見舞われたが、今回はきっと大丈夫だろう。そう考えながら会議室へ向かって歩いている時、
事件は起こる。突然社長が脇腹を押さえて苦しみ出したではないか。低くうめき声も出していたり、油汗がにじんでいる様子から、ただごとではないというのが容易に察せられる。社長、大丈夫ですか？いや、ちょっと痛みが。ごまかすように乾いた笑いを浮かべる社長だったが、だんだんと余裕がなくなっていったのか、言葉を発しなくなり、荒い呼吸を繰り返すばかりとなった。部長も心配そうに、おろおろとしている。到底商談に迎えるような状態ではない。社長は眉間に深くシワを刻みながら、絞り出すようにこう言った。すまない。先方に、商談は中止と、伝えてくれ。苦しみにまみれた表情をしているのは、痛みだけではなく、先方への罪悪感もあるからだろう。彼は続けて。豊永君、悪かったな。予定は、中止だ。と、途切れ途切れになりながらも、謝ってきた。謝らないでください、と伝えながら、俺はスマートフォンを取り出し、救急車を呼ぶ。すると、10分もかからないうちに、その場に到着した。ストレッチャーに乗せられる社長に、俺は言葉を投げかけた。社長、今日の商談は、このまま予定通り実施してもよろしいでしょうか。すると、彼は驚きから目を丸くし、身を起こそうとした。慌てて救急隊員に止められ、再び寝かせられる。なんだって？このままって。俺は社長の目をまっすぐに見つめた。少しでも安心させられるように、信じてください、という気持ちを込める。必ずや、成し遂げてご覧に入れます。あの時のように。あの時というのは、いろいろあって成功させることができた石田専務との商談のことだ。それを汲み取ったのだろう。社長が小さくうなずく。わかった。私は君を信頼している。一人にして悪いが、頼んでもいいだろうか。はい、お任せください。扉が閉まり、走り去る救急車を見送ってから、俺は部長を連れて会議室へ急いだ。その間、部長は、一体何を？と混乱し続けていたのだった。俺たちよりも先に、室内には今回の商談相手が到着していた。部長と二人で部屋に入ると、相手の男女が立ち上がる。そして、女性の方が、俺に満面の笑みを向けてきた。マイフレンド、勇気、また会ったね。俺も笑顔を浮かべ、ぺこりと頭を下げる。こんにちは、イザベラさん。俺と相手の女性、イザベラさんの親密そうな様子に、部長が怪訝そうに首をかしげ、マイフレンドとつぶやいた。今度はイザベラさんの隣にいた男性が立ち上がり、こんにちは。私はリチャードと言います。どうぞよろしく。と、部長に握手を求めた。それに困惑した様子で応じ、俺に説明を求めるような視線を向けてきた。しかし、この場で説明するわけにはいかないため、それに気がつかないふりをし、俺もその男性と握手を交わす。彼はリチャードさん。この商談先の会社の CEO だ。イザベラさんの知り合いで、彼女から A 社を紹介されたという。久しぶりだね、勇気。君なら話が早いから助かるよ。覚えてくれていて光栄です。簡単に挨拶を終えたところで、社長がいないことに気がついたイザベラさんが、うろうろと視線をさまよわせる。岡崎さんはどうしたの？その質問に対し、社長は急病のため、病院に行ったと、イザベラさんやリチャードさんにも伝わるように、英語で説明した。二人は納得したようにうなずいてくれたが、この場で一人だけ、ずっと困惑したような表情のままの人物がいる。部長は、俺が英語を話したことに余計に面食らい、落ち着かない様子で、俺の方へ視線をよこしてきた。話が一段落したところで、商談が始まる。部長が話した内容を、俺が英語に直して伝え、時には自発的な説明を加えるなどして、話が進む。1時間弱ほどの話し合いを終え、リチャードさんはにっこりと微笑んだ。さすが勇気とその上司の方だ。とても面白いお話を聞かせていただきました。会社に持ち帰って、社員と検討してみますね。そう英語で言われ、俺も
ほっと胸をなで下ろす。そしていいリアクションであることを部長にも伝えた。最後にもう一度握手をして、イザベラさんやリチャードさんと別れた。帰りの車内で二人きりになると、助手席に座る部長から何か言いたげな視線を感じる。今回の商談の中で俺に対する疑問がいくつも浮かんできたのだろう。すごいね、豊永くん。あんなに英語ができるなんて。それにイザベラさん、君をマイフレンドって言ってたよね。リチャードさんも君を知っているようだったし。もしかしてアメリカにいたことがあるのかい？部長が口を開くと、案の定俺への質問が次々飛び出してきた。しかし質問するような口調ではなく、とても柔らかい言い方である。実は昔アメリカの大学に通っていまして、俺の言葉に興味を持ったようで、彼の眉がピクッと上がった。ええ、大学か。どこに通っていたんだい？聞かれるだろうなと予想していたが、答えても大丈夫なものかと一瞬だけ言いよどむ。部長は俺のことをじっと見つめてきており、俺が何か言うまで目をそらしてくれなさそうだった。ハーバード大学です。その瞬間、え？とすっとんきょうな声が上がる。ハーバード大学？父が他界してから貧乏だった家計を助けるため、俺は高校生になってからアルバイトを始めた。しかしそれだと効率が悪いと思い、ブログを始めてみることにしたのである。勉強が得意であることを生かし、中学生までの学習の範囲を分かりやすく解説するという内容だ。それが一部で話題となり、広告収入を得ることに成功した。自分の娯楽のためにはほとんど使わなかったので、家計の足しにした分以外は貯金していた。これなら大学に進学できると思った俺は、ハーバード大学に進むことを決めたのである。学費は自分で稼いだものと支援を活用し、母への負担は最小限に抑えた。在学中に同じ学生として出会ったのが、一つ年上のイザベラさんだったのだ。俺が日本文化を彼女に教える代わりに、英語の手ほどきを受け、ネイティブレベルにまで英語のレベルを引き上げることができた。お互いに新しい知識を得られる充実した時間、イザベラさんが日本について知っていることが増えるたび、嬉しそうに目を輝かせていたのをよく覚えている。イザベラさんはアメリカの会社の令嬢で後継者候補だった。俺は彼女との縁からその会社に就職した。めきめきと業績を伸ばしていた矢先、日本から母の訃報が飛び込んでくる。母に楽をさせたいという俺の目標はついえ、気力を失い会社を辞めて帰国した。それから俺は経歴を生かすこともせず、静かに A 社で運転手をしていた。そんな中、倒れた通訳の代わりにイザベラさんの会社との商談に参加し、成功に導いたことで自分にもまだやれることがあると思い出し、こうして営業部に来たというわけである。ことの経緯を部長に話すと、彼は深く息を吐いて腕を組んだ。そうだったのか。まさかイザベラさんとの取引を成功に導いたのが君だったとは。ひどく感心したような口ぶり。俺は苦笑しながら言葉を返す。いえ、そんな偶然縁があったから成功しただけです。自分は社長たちが話したことを英語に直していただけであって、自分の意見を混ぜていたわけではないですから。営業マンとしては素人ですよ。謙遜しなくたっていいのに。部長の言葉に俺は何と言っていいかわからず、小さく笑い声を漏らした。ところでと続けて切り出され、俺はすっと表情を戻す。リチャードさんとはどういう縁が？今話してくれた君の経歴の中には登場しなかったようだけど。ああ、彼は、リチャードさんは俺がアメリカの会社にいた頃の仕事相手で、イザベラさんと共に担当していたのである。その時に信頼を獲得していたため、今回の商談でもイザベラさんが俺のいる A 社を紹介してくれたのだろう。その話を聞き終えると、そうか、君は素晴らしい縁に恵まれているな。それに今日は夢中だったのかもしれないが、話もうまくてよかったと思うよ。このまま何事もなく頑張っていけば、きっと優秀な営業マンになるに違いない。
部長が感嘆したようにつぶやく。光栄です。俺は平静を装ってニコリと笑顔を浮かべたが、心の中にはクエスチョンマークが渦巻いていた。何事もなければか、その部分が少しだけ強調されていたように思い、引っかかってしまったのだった。商談前に搬送されてしまった社長だったが、翌日から彼は職場に復帰していた。原因は尿管結石だったという。重症というわけではなく、今の感じなら薬で治療できそうだということらしい。手術が必要かどうかは今後の経過で判断するとのことだった。心配をかけてしまってすまない。申し訳なさそうに眉を下げて言う社長に、俺は気になさらないでくださいと言いながら微笑んだのだった。リチャードさんたちの商談から数週間、デスクで作業していた俺は不意に部長から声をかけられた。豊永君、今日の13時過ぎに応接室で話したいことがあるんだけど、いいかな？あ、はい、わかりました。俺は小さく首をかしげつつ答える。わざわざ時間を指定して他に人のいなさそうな場所に呼び出されるとは、胸がやけにざわめくのを感じた。嫌な予感がしたが、上司からの呼び出しを無視するわけにもいかない。素直に時間通りに指定の場所へ向かうと、彼はすでにソファに腰掛けていた。お疲れ様です、山吹部長。どうされたんですか？手で向かい側のソファを示されたため、一礼してからそこに座った。部長は笑顔を浮かべると、リチャードさんの件、今のところ話がいい方に動いているよと伝えてくれた。今回の商談は彼がリチャードさんとメールで連絡を取っている、それを俺に教えてくれたというわけか。本件は社長の見立て通り、イザベラさんの件に続いて100億円もの大きな話になるかもしれない。いや、社長が倒れた時はどうなるかと思ったけど、君のおかげだよ。本当にありがとう。その話を聞いても、俺は素直に喜ぶことができなかった。なぜわざわざ二人きりになってからその話をしたのだろう。彼の言葉はこちらを柔らかくねぎらうものなのに、どうして違和感を覚えるのだろう。どうしても不安をかきたてられてしまい、俺は無意識のうちに膝の上で拳をぎゅっと握っていた。緊張する場面でもないはずなのに、手のひらがやけに湿っている。ところで、話題を変えるために放たれた言葉、先日商談帰りの車内でリチャードさんのことについて尋ねる時のものとは全く雰囲気が違っていた。なぜ呼ばれたかわかるかい？ここで突然部長の笑顔が消える。目の奥に光が宿っておらず、一切の感情が消え失せてしまったかのように見えた。リチャードさんの件のお話ではないのですか？それもそうだけど、もっと大切な話があるんだよね。部長はそう言いながら足を組み直した。何気ない動作だったが、それを見ていると言いようのない恐怖がじわじわと俺の体を蝕んでくる。豊永君、私は彼を尊敬しているんだよ。彼は目下のうぞうむぞうを見下し、高圧的に振る舞った。自分は上の存在なのだから敬えと、そういう具合にね。俺の顔を見つめているが、なぜか目が合わない。俺よりもさらに遠くにある何か、いや誰かを見るような目をしていた。その彼というのは？俺の問いかけに彼は、よくぞ聞いてくれましたと言わんばかりににんまりと笑った。やけに不自然な表情で、まるで作り物のようだった。やめた石田専務だよ。いや、正確にはやめさせられたかな。その含みのある言い方が気にかかり、俺は眉間にシワを寄せる。俺の表情の変化に気づいているのかいないのか、相変わらずどこか遠くを見たまま部長が話し始めた。彼は、会社という組織は仲良しごっこではなく、上の者は上の者、下の者は下の者であるべきだという考えを持っていたため、石田専務に共感していたという。なるほど、ようやく合点がいった。だからご自身の立場を揺るがしかねない優秀な営業マン佐藤さんや鈴木さんを辞めさせたのですか？
部長を睨みつけながらそう聞くと、彼はごまかしもせず、察しがいいな、と笑ってうなずいた。石田専務が社員を見下していたように、部長は自分の部下たちを見下していたのだ。違う点を挙げるとするならば、部長は表面的にはいい上司であったこと、まさかその裏に過激な考え方が隠れているとは誰も思うまい。上司を超えようと昇格を狙うなんて、とんだ不埒者じゃないか。だから引きずり下ろそうとしただけだよ。そう語るが、彼の話には矛盾があるように思える。山吹部長だってその気概があったから部長にまで上り詰めたのでは。しかしそれはやんわりと首を横に振って否定された。それに加え、分かっていないな、とバカにするような言葉を吐きながらニヤニヤと笑みを深める。いわく彼は上司を超えた評価を受けることなんて考えていなかったという。ただ上に好かれ、上に尽くすために行動した結果昇進してきた。これこそが下の立場の人間のあるべき姿なんじゃないか。つまり部長が言いたいのは、意欲を持って自発的に昇進するのは許せないが、受け身でいた結果昇進というのだったら問題ないということだろうか。俺はぐっと唇を噛んでから口を開く。いろいろとお話ししてくださいましたが、あなたがやったことは結局ただの保身では。自分自身の哲学を持っていて、それをもとに組織を動かすこと自体は悪いことではない。意思がないまま人を率いるよりも断然いいだろう。だが部長の場合は、自分を超えようとする部下を2人も辞めさせている。その行動は会社を良くするどころか悪い方に導いているような気がしてならなかった。どう捉えてもらってもいいさ。上の者を陥れようとする部下なんて必要ないからな。どういうことですか。それではまるで俺のことをいらないと言っているような。俺の質問に答えず、再び部長は聞いてもいない過去について話し出した。石田専務を尊敬する彼は、俺の経歴について知ってから周りで起きた出来事を調べたという。その結果、俺のせいで石田専務が辞めさせられたと判断したとのことだった。確かにそのきっかけを作ったのは俺かもしれないが、元はといえば石田専務自身の行いが原因ではないか。彼が部下に非道な言葉ばかり吐いていたから不満が噴出して会社を去ることになったというのに。部長は机の上から資料を取り、俺に手渡してきた。怪訝に思いながらそれを見ると、資料上では俺が石田専務に関する調査の結果を悪く書き換えたことになっていた。おとなしく会社を去るというのなら穏便に済ませてやってもいいが、どうする。俺は奥歯をかみしめ、眉間のシワを濃くした。口を開こうとしたその時、今の発言、脅しとも捉えられるな、という声が応接室内に響く。誰だ、と部長が辺りを見渡すが、当然俺たち以外に人はいない。音の発生源は俺の胸ポケットにしまっているスマートフォンだった。それを取り出して部長に画面を見せる。そこには社長との通話画面、そして同時に録音中という文字も表示されていた。電話だけではなく、ボイスレコーダーのアプリも起動していたのだ。話は最初から聞かせてもらったよ。社長、これは。慌てふためく部長。そんな彼をよそに、社長が電話の向こうで淡々と話を続ける。山吹君、今から社長室へ来てくれたまえ。いや、その、この後は予定が詰まっておりまして。どうにか言い逃れようとして理由をつけるが、社長には通じなかった。おや、従ってくれないのか。下の者はおとなしく上に従え、と言っていたようだったが。自らの発言を引用されて反抗できなくなった部長は、がっくりとうなだれ、すごすごと社長室へ向かった。しかし、扉が閉まる直前、俺のことを強く睨みつけてきたのだった。その後、しかるべき調査を経て部長は懲戒解雇となった。二人の優秀な部下を辞めさせる、俺が調査結果を書き換えたという証拠をでっち上げるという悪事を働いてきた彼が、謝罪程度で許されるはずはなかったのだ。動機はやはり応接室で語った
歪んだ思想と保身だった。やれやれ、これで一件落着か。社長室にて社長がゆったりとお茶をすする。俺も彼の向かいに座り、ありがたくお茶をいただく。社長は湯飲みを小鳥と机に置いたかと思うと、こちらに向かって頭を下げてきた。改めてあの日はすまなかった。大事な日だったのに病院に搬送されることとなってしまい。体調不良は予期できるものではありませんから仕方がないですよ。謝らないでください。俺はそう言いながら商談前にまで記憶を遡っていた。優秀な部下ばかりが辞めていく現状と、彼らが退職するときに部長が見せた邪悪な笑顔、それらの違和感から部長に高い能力を見せると何かしら接触があるのではないかと俺と社長は睨んだ。そのためリチャードさんとの商談は本来社長が担当している案件だったが、急遽部長も参加させて俺の語学スキルを見せつける予定だったのである。社長が倒れるのはもちろん想定外だった。それでも商談は無事に終わり、俺のスキルに注目した部長は俺の過去を知るに至った。まさか石田専務の名前が出てくるとは思わなかったが、結果的に彼の闇を暴くことができたのだ。しかし社長はため息をつき、憂うような表情になる。会社が心配だな。石田君といい、山吹君といい、どうして彼らはあのようになってしまったのか。俺もぼんやり湯飲みに視線を落とす。そこに社長の問いかけに対する質問が浮かんでいるわけはなく、ただお茶がゆらゆらと波打っているだけだ。考えても仕方がないと結論付けたのか、社長は気持ちを切り替えるように膝を叩いてから明るい話題を出す。先方との取引の話は順調に進んでいるよ。このままうまく進めば100億の取引も叶いそうだ。リチャードさんとの取引を成功させたという実績ができれば、これまでよりも多くの仕事が A 社に舞い込んでくる可能性もある。飛躍のチャンスを逃さないためにも、社長も役員も一般社員も一丸となる必要があった。数年後、課長となった俺は営業に向かっていた。部下である新入社員を助手席に乗せ、目的地へ車を走らせる。役職を持ち、部下もできたが、決しておごり高ぶることなく、謙虚な気持ちを忘れないようにしている。心持ちとしては、営業部に入ってきたばかりの頃と変わらないが、営業のスキルなどはかなり成長していると自分でも感じていた。信号待ちの際、俺は隣の部下にちらりと視線を向ける。たくさん勉強することがあって大変だと思うけど、先輩を皆踏み越える勢いで頼むよ。俺の言葉に彼は屈託のない笑顔を見せた。はい、努力して営業成績トップになって、それで将来は役員になってみせます。やや上ずった声からもわかる彼のやる気具合。その熱意にあふれる姿を見て、胸のあたりがじわりと熱くなった。部下だろうが上司だろうが関係なく、こういった人が周りをやる気にさせて部署の成長が促されるのだ。彼のような人材がいるなら部署の将来は安泰だなと胸をなで下ろし、再び前を向き、信号が青になったタイミングでアクセルを踏んだのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。新婦のお兄さんは中卒だと聞きました。中卒貧乏と縁がつながるなど一族の恥となりますな。大切な妹の結婚式、亡き父にも見せてやりたいほど華やかな姿に涙していたとき、義父は挨拶の中で突如として俺を嘲笑ってきた。馬鹿につける薬でも処方してやろうかと。受け狙いでそんなことを言っているようだが、笑っているのは彼一人のみである。せっかくの晴れ舞台をしらけさせる厄介者は、なおも俺個人宛の罵詈雑言を放ち続ける。いよいよ誰もが不快に感じ始めた頃、新婦である妹が笑い始めた。義父はその様子を不思議そうに眺めている。やがて、真顔に戻った彼女は、義父に向かって冷ややかに言い放つ。
その言葉で彼は自分が誰に何を言ってしまったのか、その全てを後悔することになるのであった。俺の名前は高橋和幸。父親が個人事業主で、それなりに成功しているため、両親と妹含め、4人でそこそこ裕福な暮らしをしていた。生活に余裕があった俺は、学校の勉強にかなり力を入れた。もちろん、それだけではなく、委員会や友達付き合いも大切にした。そのおかげか、俺は好成績で信頼の厚い優等生と評価された。そのことが嬉しくて、俺はさらに努力を重ねていった。周りには常に誰かがいて、不幸なことなど何一つなかった。絶望なんていう言葉とは、まるで無縁の生活を送っていたのだ。しかし、そんな俺の生活は、ある事故を境に急変する。中学2年生の冬のことだ。そろそろ進学先を決めて、勉強に本腰を入れようと思っていた矢先、父の高橋幸男が交通事故に遭ってこの世を去ったのだ。それに際して母は精神的に参ってしまい、ベッドから起き上がれない状態になってしまった。もともと体が弱く体調を崩しがちであったことも含め、しばらく病院に入り浸らなければならなくなった。さらに、実は父親には借金があることが判明した。事業は順調に見えたのだが、どうやらそう見えただけだったらしい。借金の返済や葬儀などで出ていくお金が多く、それらがすべて済んだ頃、家の貯金はほとんど空になっていた。そんな出来事を経て、俺は高校進学を諦めることにした。普段の生活費や母の治療費、二つ下の妹である高橋瑞希の進学を支えるためだ。中卒で経歴もない俺だったが、レストランのホールスタッフとして採用された。事情を知った父の友人が自身が経営する店に俺を招いてくれたのだ。しかし、それだけでは生活を支えることはできず、休みの日や出勤前の時間を使って新聞配達と家でできる内職も並行してやった。俺が中学を卒業して1年経つ頃には、母の具合もだいぶ良くなり、家のことや簡単な内職なら問題なくこなせるように。お母さん、お兄ちゃん、私も高校進学は諦めて働くよ。二人にばっかり負担はかけられないから。高校受験を控えた瑞希は、ある時そんなことを言い出した。何言ってんだ瑞希。お前は家のことなんか気にしないで、夢を追えよ。そうよ。瑞希はずっと大学に行きたいんだって言っていたじゃないの。だが、俺も母も瑞希の言い出したことを否定した。俺は俺が諦めたことを妹にまで諦めてほしくなかったのだ。それに努力の甲斐あって、生活はなんとか安定してきている。余裕があるとはまだ言えないが、わざわざ妹の夢を破壊してまで手伝わせるほどじゃない。生活は大丈夫だから、お前はお前が行きたい方向に進めよ。お兄ちゃん。何度か同じように言うと、瑞希は納得してくれたようであった。それからもう一年が経過。高校決まったよ。嬉しいことに中学を卒業する瑞希の進路が決まった。全国的に有名な私立の超進学校である。俺と母に一枚のハガキを見せながら、瑞希は受験の結果を報告してくれた。見ると真ん中に大きく合格と記されている。それにほら、ここ。これは。瑞希が指さした場所には特待 A と書かれている。受験者の中で点数が高い上位5名のみが分類される区分であり、なんと入学から卒業までの全費用が免除されるようだ。あら、すごいじゃない。やったな、瑞希。どうやら家に負担をかけないよう特待 A を目指して必死に勉強したそうだ。直前の模試の結果を見ると、語学が特に優秀で、成績は全国トップであった。
全く家のことは気にするなと言ったのに。称賛の意味でそう思いながら、俺は瑞希の努力に感謝したのであった。それからさらに3年が経った。瑞希は高校でも猛勉強し、大学へ進むことが決まった。しかも給付型奨学金を受ける資格を得たようだ。キャンパスは県外にあるため、一人暮らしを始めることに。寂しくなるなぁ、なんて思いつつ、妹の門出を心から祝福した。しっかりと夢を追い続けてくれる妹の姿を見て、俺は自分のことであるかのように嬉しく思った。時間が経つのは早いもので、瑞希が大学を卒業して4年と少しが経過。その頃には生活は完全に安定していた。母は相変わらず体調を崩しがちだったが、精神面に関しては、父が他界する前と遜色ない状態にまで回復している。妹はというと、大卒でとあるマンモス企業に就職し、秘書課で働いている。聞くところによると、瑞希は物覚えが良く、高く評価されているそうだ。ベテランの秘書が多いそうだが、先輩に見劣りしない華々しい活躍を見せているようである。そんな瑞希が、突然、結婚すると言い出した。相手は所属する会社の役員にして、現社長の息子だとのこと。名前は確か、加藤誠さんだったか。社長の息子とは思えないほどに謙虚な性格で、とても誠実な人だ。人当たりが良く、モテる男性らしいが、まさかそんな人から瑞希が選ばれるとは、兄として何とも光栄な話である。妙な相手に捕まらなくてよかった。と、俺は父親であるかのように安心した。高橋家と加藤家の顔合わせが行われることになった。残念なことに、母はちょうどそのタイミングで体調を崩してしまった。その穴を埋めるため、急遽俺が出席。父親の代わりとして顔合わせに参加した。本日はお足元の悪い中、ご出席いただきましてありがとうございます。誠さんの父親であり、瑞希がいる会社の社長、加藤貞治さんが挨拶を始めた。マンモス企業の社長というだけあって、見た目からして威厳のある人物だ。奥様の姿が見えないので、問うと、実は、具材は数年前に他界しましてね。という予想外の返事が返ってきた。まずったな。瑞希からもっといろいろ聞いておくんだった。なんと、そうとは存じ上げず、申し訳ございません。少し静かになってしまい、気まずい空気が流れる。その間、雨音だけがやかましくわめき散らす。貞治さんの言葉通り、今日はあいにくの大雨であった。それにしても、瑞希さんは素晴らしいお嬢さんですな。貞治さんは瑞希を相当気に入った様子で、聡明だとか美しいだとか、そんな褒め言葉を繰り返し口にしている。卒業された大学も素晴らしいですしね。瑞希が出たのは全国的に名前の知れた有名私立大学であり、彼はそのこともべた褒めしている。瑞希さんのような方が我が社に来てくれて、しかも愚足の妻になってくださるとは、いやー、なんとありがたいお話でしょうか。あ、それはどうも。そうやって妹を褒めてくれるのは良いのだが、少ししつこくて思わず苦笑いしてしまった。ところで、満面の笑みだった貞治さんは、ほんのわずかに真面目な顔になり、俺をまっすぐに見てきた。一体なんだと視線を返すと、彼は言葉を続けた。お兄様はどちらの大学をご卒業なされたのですか？私は、不意に学歴を聞かれ、中卒の俺は少し答えるのをためらった。特待生として高校に入り、有名大学を経て、マンモス企業へ入った瑞希の華々しい経歴とは大きな差があるからだ。しかし、
ここで経歴詐称をしても仕方あるまい。悪事や嘘は必ず白日のもとにさらされるものだ。ゆえに、俺は意を決して正直に話すことにした。私は大学を出ていません。家庭でいろいろとありまして、中卒で働きに出ました。おや、そうでしたか。ああ、それはそれは。俺の経歴を告げると、貞治さんは驚いたように言った。その後、とうなりながら、何やら考え込んでしまった。兄が高校に行かなかったのは、俺の説明が言葉足らずだと判断したのか、水木が口を開いて補足をしようとした。しかし、その言葉は貞治さんによって遮られてしまう。いや、無理にお話しいただかなくても結構です。お話しできないような事情もございますでしょうしね。言葉選びは丁寧なのだが、彼はどう見ても中卒の俺を見下していた。にこやかというよりニヤニヤに近い顔をしている。それに、先ほどの言葉の語尾が少し上ずっていたし、なんてこらえきれなかったのであろう笑いが漏れている。お待たせいたしました。こちらコースの前菜でございます。そこへ予約していたコース料理が運ばれてきた。両家とも結婚に大賛成していたため、楽しくなるはずの顔合わせ。しかし、たった一つのやりとりによって、ギクシャクしてしまった。次々と豪華な料理たちが運ばれてくるが、精神的にそれどころではなく、味を楽しむことはできなかった。水木と誠さんの結婚式当日、綺麗な化粧と美しいウェディングドレスの組み合わせに、思わず涙が出た。私より先に泣かないでよ、お兄ちゃん。悪い。亡き父親に代わって、水木と共にバージンロードを歩くことになっているのだが、今からこの有様では先が思いやられる。入場ですよ。係の人に案内され、俺たちは所定の位置に着いた。バンと扉が開かれ、やけに音量の大きい演奏が場内に響き渡る。正直そこからははっきりとした記憶がない。それは激しい緊張のせいでもあり、涙で景色が歪んでいたせいでもある。ただ、過去から積み重ねられた思いで胸がいっぱいだったことだけは覚えている。父が他界して生活が一変し、なるべく学費がかからないよう努力してきた水木の苦労は計り知れない。水木をお願いします。妹を託すと同時に、そう誠さんに小声で告げると、お任せください。と、同じく小声で帰ってきた。それを確認して俺は一人、ハンカチで目をこすりながら席へと戻った。その後の披露宴も和やかに進み、最後に義父の貞治さんが形式ばった挨拶を述べる。本日は我が息子のから始まり、長々と話が続く。15分くらいは話していただろうか。やっと話がまとまり始めた。やれやれと思っていると、また別の話題が始まった。大学で思い出したのですが、そんな出だしを口にしながら、貞治さんは俺の方をちらっと見た。神父水木さんのお兄さんは中卒だと聞きました。彼が勝手に俺の経歴を暴露すると会場がざわついた。俺の経歴をあざけるざわつきなのか、貞治さんに対するお叱りのざわつきなのかは定かではない。水木さんは素晴らしい経歴をお持ちなのですが、まさかお兄さんがね。いやー、中卒貧乏と縁がつながるなど、一族の恥となりますな。まだ感傷に浸っていた俺を、貞治さんはほぼ名指しでそうあざけってきたのである。もちろん、怒りの感情は湧いたのだが、それ以上に、俺はまた別の感情と思いを抱いていた。バカにつける薬でも処方してやろうかと。
半笑いでマイクに音声を乗せる貞治さん。受け狙いでそんなことを言っているようだが、笑っているのは彼一人のみである。せっかくの晴れ舞台をしらけさせた厄介者は、それからしばらく俺個人宛の罵詈雑言を放ち続けた。では、私の挨拶は以上とさせていただきます。満足したのか、彼は話を雑に締めくくってマイクを置いた。普通なら拍手が響くのだろうが、参加者たちは唖然としている。俗に言う、ドン引きという状態だ。そんな空気感を破壊するかのように、あと笑い声が響き始めた。何事かと辺りを見回す一同。水木。数秒ほど探していると、その声の発生源は水木であることが分かった。貞治さんはその様子を不思議そうな顔で見ている。言葉にはしていないが、何がおかしいのかね?という思いがひしひしと伝わる表情であった。そんな義父の顔を見てもなお、水木はお腹を抱えて笑っている。笑いすぎて目尻に涙を浮かべており、俺は化粧が崩れてしまうのではないかと心配した。ひとしきり笑い終えた後、ああ、と気の抜けた声を出し、今度は真顔で貞治さんを見た。社長、さすがに株主の顔くらいは覚えた方が良いと思いますよ。は?株主?誠さんは、水木の言葉に同意し、父親を鋭く睨んだ。うちの兄が株主総会出てたこと覚えていないんですか?兄はうちの会社の大株主ですよ。義母が亡くなっていることなど、俺も義父について知らないことが少しはあった。しかし、まさか彼が俺そのものをご存知でないとまでは思わなかったな。顔合わせの時に自己紹介含む挨拶をしたが、それは形式的なものだと思っていた。だが、彼にとっては本当に初対面の挨拶だったらしい。え?あ、はい?貞治さんは、ただ疑問符を返すことしかできていない。相当慌てているものと見える。さてと。俺はゆっくり立ち上がり、義父のもとへ歩み寄る。水木の経歴は素晴らしいが、何でしたっけ?ああ!あまりのショックに喋ることもままならない様子だ。自分が誰に向かって何を言ってしまったのか、水木の言葉で理解したのだろう。父は多くの株を持っていた。父が亡くなった時、俺はまだ中学2年生。株式投資するような年でもなかったので、株式については母が正式な相続人となった。しかし、母は母で精神的に良い状態ではなかったので、受け継いだ株はしばらく眠ったままになっていた。水木が大学生になった頃、母の精神はかなり回復していた。相続した株について考えるだけの余裕ができていたのである。よくよく調べてみると、父が株を買っていた会社のほとんどが事業を大きく伸ばしており、ギリギリの生活を脱する糧としては、十分すぎるくらいであった。おかげで生活は安定し、俺の仕事はレストランだけで間に合うようになった。その時期から株に興味を持ち、俺は父を見習って余剰資金を投資に回すようになった。コツコツと持っている株を増やし続け、今や貞治さんの会社の大株主と言えるほどになっていた。父のノートに書いてあった会社だったとはいえ、今思えば、あまりにリスクの大きいやり方だったかな、とも思うが、この会社が成功してくれたので救われた。残念だよ、父さん。誠さんは、ほうけた顔で震える貞治さんに声をかけた。社長としてうちの事業を伸ばし続ける父さんを、俺は尊敬してた。誠。息子の言葉で我に返ったのか、誠さんの名前を呼んで震え始めた。だけどまさか株主の顔すら覚えていないなんて、社長の自覚がなさすぎだ。いや、それ以前に人に向かってあんな、馬鹿にするようなことを言うなんてありえない。
しかも親族にだぞ。貞治さんは泣きながら、まこと、まこと、と繰り返し息子の名前をつぶやいている。悪いけどな、父さん。あんたこそ一族の恥だぞ。先ほど貞治さんが放った言葉を引用し、まことさんは彼を強く叱責した。貞治さんは、と唸った後、恨めしそうに、しかし青ざめた顔で俺を見た。なんで中卒がうちの株を買うんだ？俺を指差し、弱々しく聞いてきた。もはや理屈もへったくれもありゃしない。株を買うのに学歴なんて必要ですか？呆れてそう返すと、貞治さんは顔を真っ赤にしてうつむいた。まあ、強いて答えるなら、この会社の株は買っておけ、と父が残したからですかね。高橋幸男、聞き覚えはありませんか？俺が父の名前を出すと、赤かった彼の顔は一変し、再び真っ青になった。あいつは、事故にあって。そのガタガタと震える様子は尋常ではなかった。そんな彼を見た誠さんは、スタッフを呼んで彼を下がらせ、結婚式の終了を宣言したのだった。俺が貞治さんの会社の株を買っていたのには、二つの理由がある。一つは、水木が勤めているから。そしてもう一つが、貞治さんに語ったように、父のノートに残されていたからだ。父が持っていた株は、大部分が事業仲間のものであった。その中に、貞治さんの会社の名前が記されていたのだが、まさか水木が就職して、しかも霊速と結婚することになるとはな。奇跡的な縁に興味を持ったので、あの顔合わせの後、いろいろと調べてみた。すると、不審な点がいくつか見つかったのだ。父は生前、貞治さんと事業仲間としてやっていたようですね。改めて父の遺品を調べながら、俺は電話で誠さんと情報共有を図った。ええ、高橋幸男さんのお名前は聞いた覚えがあります。小学生か中学生くらいの頃ですがね。父が他界したのは俺が中学2年生の時で、誠さんは水木と同い年だから、小学6年生だろう。父のスケジュール手帳がありましてね。忘れもしないあの事故の日には、加藤貞治さんと会食、と記されているんです。ほう。ちなみにですが、幸男さんと私の父はどんな事業を？ですね。ファイルの中から、父と貞治さんが結んだ秘密保持契約書などを引っ張り出し、事業の内容を読み上げた。その事業って、誠さんが言うには、父と貞治さんがやっていた仕事は、貞治さんの会社が急成長を遂げるきっかけになったものだそうだ。ここまでで分かったことを整理すると、伸びる見込みのある仕事を二人でやっていて、父が不慮の事故で他界し、貞治さんが一人で仕事を継いで大成功、といった時系列だ。嫌なストーリーが浮かび上がってきたが、まだ結論付けるには早すぎる。起承転結の章と、点と結のつながりが抜けている。そうなると、幸男さんの仕事を継いだ際の記録が欲しいところですね。少し社内を洗ってみますよ。お願いします。お一人で大変でしたら、ぜひ水木に声をかけてください。私からも言っておきますので。かしこまりました。それから少し経って、結婚式の少し後、誠さんは急激なストレスで倒れて入院した貞治さんの部屋と社長室を見に行ったという。水木と協力して徹底的に調べ上げた結果、例の事業を引き継いだ際の記録が発見された。言葉を選んでいいように書かれているが、要するに、相続人である個人の妻は精神を病んでいるから、やりたい放題だ。という内容である。
夫を亡くして参ってしまった母の状態を利用して、自分が圧倒的に有利な契約を押し付けていたのだ。心底怒りが湧いたが、ここで焦っては、せっかくの調査が水の泡になるかもしれない。水木にも落ち着くように言い聞かせた。これにて、点と結のつながりが判明したのである。約一ヶ月後、貞治さんは復帰したようだが、正常とは言い難い状態だった。時折、わけのわからないことを言ったかと思えば、ふらっと外に出て、浴びるように酒を飲む。そんな父親を見るのは心苦しかっただろうが、誠さんは調査のためと割り切って彼に接近してくれた。バーで酔いつぶれていた父を私が車で回収して、なんとか一対一の状況を作りました。そこで、あの授業や俺の父について聞いたのだと、誠さんが電話で教えてくれた。父はなぜか誇らしげに吐きましたよ。幸男さんが乗った車のブレーキに細工をした、とね。スピーカーモードにした携帯から聞こえる彼の声は、だんだんと震え始めた。声が上ずり、鼻をすする音も聞こえる。しかも、幸男さんの奥様に借金を背負わせて、事業を横取りしたそうです。要するに、自分の会社を大きくするため、幸男さんの事業を独り占めしようとしたのです。話を聞いた俺も水木も絶句した。父が他界した原因は事故ではないかもしれない。加藤貞治という卑怯な人物により、意図的に起こされたことだったかもしれない。そんな可能性を示唆されて、なお言葉をスラスラ出せる方がどうかしているだろう。完成してしまった絶望的な起承転結を前に、俺と水木は涙すら出なかった。スピーカーからは、誠さんのむせび泣きと謝罪の言葉がひたすら聞こえ続けていた。とは言っても、父が他界したのはもう10年ほど前のことだ。酒に酔った貞治さんがそう語っていたというだけで、ブレーキに細工して意図的に事故を起こしたという明確な証拠はない。彼を社会的に罰するにはどうしたらよいだろうか。そう考えた末に、まずは株主として社長退任を要求した。息子とはいえ、役員の結婚式という公の場で、あれだけの醜態を晒した彼。誠さんからも聞いたように、最近は酒に依存していて、仕事などしていなかった。すでに信用は地に落ちていて、特に抗議の声もなく受け入れられた。誠さんの後押しもあり、別の役員が社長に昇格することになった。その後、俺は当時の整備士を探すことに尽力した。誠さんは休職してまで俺を手伝ってくれた。父の因縁は私が片付けます。と強い決心を彼は何度も口にしていた。そんな彼を俺は素直にかっこいいと感じた。同時に、妹の水木を安心して預けられる素晴らしい婿だとも思ったのだった。貞治さんと父の関係について調査を始めてから1年が経過した。そんな節目のタイミングで、俺たちはついにブレーキに細工を施した整備士を派遣することに成功した。田舎の小さな整備工場に勤めるごく普通の職人である。ただし、元だ。自分のせいで一人の人間が他界したと知ったとき、彼は仕事を辞めて引きこもったのだという。誠さんが貞治さんのことについて話をすると、元整備士は大粒の涙とともに告白してくれた。今じゃ立派な建物が建っているみたいですが、当時は工場が小さくて、家族を支えられるほどの収入がなかったんです。声を震わせ、彼はトラウマであろう過去を一つずつ詳細に語る。そこへ、あなたのお父さんが図面を持って現れました。言う通りに整備してくれ、報酬は弾むって。私とて、工場に勤める整備士の一人でしたから、明らかにおかしな図面であることは分かっていました。しかし、金に目がくらんでしまい。貞治さんが提示した金額は、
目を見張るようなものであったという。ずっと悩んでいました。罪を告白するべきかどうか。でも怖かったのです。罰せられるのが。いや、あの人からの報復がたまらなく恐ろしかったのです。その恐怖と罪悪感から部屋に閉じこもった。守りたかったはずの妻子は彼の元を離れ、一人細々と生き続けているのだと、彼は絞り出すかのような声で語った。一緒に警察に行きませんか？未だ震え続ける元整備士に、俺はそう提案した。罪を償いたいと言っていた彼は、目を真っ赤にしたまま大きくうなずいた。警察の取り調べを受けた元整備士は、あの事故、いや、事件について自白した。加藤貞治という人物に指示され、金を受け取って従ったこと、そのせいで高橋幸男がこの世を去ったこと、そのすべてをだ。彼の供述をもとに、貞治さんは重要参考人として警察のお世話になった。彼の起こした事件や不正について捜査が行われ、後に貞治さんは正式に逮捕されることとなったのであった。貞治さんが逮捕されたからといって、父が帰ってくるわけではない。達成感も何もなく、ただ虚無な日常が流れていく。そんなある日のこと、出先から家に戻ると、駐車場に見慣れない高級車が止められていた。何事かと思いながら家に入ると、リビングに水木と誠さんがいた。母がお茶を出しているところであり、訪問と帰宅がタッチの差であったことが伺える。すみません、お邪魔してます。ごめんね、連絡もせず急に来て。別に構わないけど、どうしたんだ？そんなに改まって。二人ともなぜか清掃で来ていた。実は、和幸さんに相談させていただきたいことがありまして。そう言うと、誠さんは神妙な顔で語った。加藤貞治がやったことは、決して許されることではありません。幸男さんを裏切った卑劣な男の息子が、幸男さんのお嬢さんと結ばれることなど、同様に許されない。私はそう考えております。何を言い出すかと思えば、誠さんは涙ながらに水木との別れ話を切り出したのである。水木が落ち着いた様子であることから、事前に相談は受けていたようだ。そうですか。別れたいなら別れればよいのでは？二人とも成人なのですから、それはご自由になさったらよい。お兄ちゃん。ただし、本当に別れたいなら、ですよ。誠さんは、どういうことだと聞きたげな視線を俺に向ける。もし、誠さんが、お父さんの行為に責任を感じてそうおっしゃっているのなら、話は別です。え？俺の言葉通りだったのか、誠さんは目を見開いた。あの人がやったことの責任は、あの人にあります。当時小学生だった誠さんが取らなければいけない責任なんて何一つありません。だから逆に私からお願いしたいです。そう言い、俺は誠さんに頭を下げた。また困惑する彼をよそに、俺はなおも言葉を続ける。誠さんの気持ちが以前と変わっていないのであれば、どうか水木を幸せにしてやっていただけませんでしょうか。和幸さん、すみません、おっしゃる通りです。私の気持ちは変わっておりません。水木さんと共にありたいと、今でも心の底から思っております。顔を上げると、誠さんは涙を流しながらそう語っていた。彼の隣に座る水木は、照れくさそうに両手で顔を覆っている。水木もそれでいいか？え、うん。ありがとう、お兄ちゃん。心情が伝播したのか、なんだか俺まで照れくさくなってきた。それをごまかすかのように、母も含めて四人でしばらくの間笑い続けたのであった。日が傾き、空は橙色に染まり始めた。数匹のカラスが、ガー、ガーと鳴くのを聞きながら、俺は父の墓石に向けて手を合わせた。
火をつけた線香から放たれる煙の匂いが鼻を刺激する。葬儀の記憶がよみがえるが、別に嫌いな匂いではない。久しぶり、父さん。目を開き、最近あったことを一つずつ報告した。もう去年の話だけどさ、瑞希が結婚したんだ。相手は瑞希が勤める会社の役員でさ、すごく誠実な人だよ。備えた花が風に揺れ、まるでうなずいている風に見えた。瑞希の幸せを、どうやら父も喜んでくれているようだ。それから、かつて父の授業仲間であった加藤貞治という男についても簡単に述べた。でも大丈夫。父さんを騙した鬼はきちんと倒しておいたよ。まだ判決は出てないけど、奴は罪を認めて反省してるみたいだ。この先、貞治さんがどんな罰を受けるのかはまだわからない。己の行為を後悔するだろうか、父に申し訳ないと謝るだろうか、それは彼次第であり、やはり俺には分かりかねることだ。ブレーキに細工をしたあの整備士は、依頼主の報復を恐れて罪を告白しなかった。それと同じく、貞治さんも誰かによる復讐に怯えていたのではないだろうか。瑞希と誠さんの結婚式で見せた、尋常ではない驚き方。それが答えを示しているように感じられた。卑怯な方法で手に入れた地位に立っている間、どんな気持ちだったのだろう。地位も社会的信用も失った今、どんな気持ちなのだろう。せめて父と同等の苦痛を味わっていてくれれば。なんて思ってしまう俺は悪人なのかもしれない。それでも胸を張って生きられるようにしよう。誠実でいられるよう、自分で自分を恥じることのないよう、強い人間になりたいな。そんな願いを父に告げ、桶と柄杓を片付け、俺は霊園を後にしたのであった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。65歳にもなって必死にパート続けて、若いこっちに迷惑かかるのよね。ババアはさっさとやめてくれない？まだまだ若い新入社員の田中さんは、うすら笑いで私を見下ろす。わかりました。私はエプロンと帽子を脱ぎ、頭を下げると逃げるようにその場を後にした。田中さんは思いもよらなかっただろう。数日後、地獄を見ることになるとは。私の名前は立花由紀子。老舗の和菓子店でかれこれ30年ほどパートとして働いている。子供が小学生になり、少しずつ手が離れてきたので、専業主婦でいるより気分転換になるだろうと。夫の勧めもあり働き始めた。最初の頃こそ何が何だかわからない中、毎日無我夢中だったが、知っていくほど奥深い和菓子の世界に私はどんどんハマっていった。春になれば梅や桜を思わせる淡いピンク色の桜餅、夏になればつるんと喉越しの良い涼しげな水羊羹、秋になれば食欲をそそるホクホクに甘い栗きんとん、冬になれば見た目にも可愛らしい真っ白のいちご餅、特にこの季節に発売している冬季限定のいちご餅は若い世代にも馴染みやすく、老若男女問わず好評だった。四季折々和の美しさを表現した数々の菓子に魅了され、パートとしてでも和菓子に触れる機会を持てることに喜びを感じていた。いらっしゃいませ。あら、三上さん、今日は早いですね。よう、ゆきちゃん、
今日は足が特に痛いんで、午後に整形外科の予約を取ってるんだ。こう毎日寒いと痛みがおつらいでしょうね。さてと、今日は何にしましょうか。いつもの頼むよ。季節の和菓子、いちご餅、二つの詰め合わせね。かしこまりました。常連の三上さんは毎月奥様の命日に決まったお菓子を買っていってくれている。奥様が生きていた頃は奥様が亡くなったご両親にと買いに来てくれており、お二人でいらっしゃることも多かった。奥様とは私も親しかったので、亡くなった後も三上さんは通い続けてくれた。足腰が悪くなって杖をつくようになっても毎月欠かさず通ってくださっているとても優しいお客様だ。すぐに用意するから椅子にかけて少々お待ちくださいね。お言葉に甘えて、よっこいしょと三上が待ち合いの椅子に腰掛けると、他のお客様が入店された。いらっしゃいませ。あら、松井さんじゃない。お久しぶりですね。こんにちは。よかった、ゆきちゃんがいて。いつものお願いできる？ええ。季節の和菓子、いちご餅二つと、おまんじゅう二つの詰め合わせね。少しお時間いただくので、おかけになってお待ちくださいね。あ、ごめんなさい。三上さんに座っていただいてるんだった。すぐに椅子を持ってくるから、待っていてください。待合の椅子には、三上が座っていたので、裏からもう一脚椅子を運んでくる。ゆきちゃん悪いわね、気を使わせちゃって。いいえ、全然気にしないでください。お店がもうちょっと広かったらよかったのよね。ごめんなさいね。松井さんも長くお店に通ってくれている常連だ。出会った頃はまだ元気に働いていた松井さんも、すっかり腰が曲がって歩くスピードもかなりゆっくりになっている。それでも何かあればここへ和菓子を買いに来てくれて、たあいもないお話をして帰っていく。私はこの時間が大好きだった。常連さんが年を取っていくってことは、私もそれなりには年を取ったのだろう。いつまでも若い気分でいたが、裏から椅子を運んできただけで筋肉痛になりそうだった。ねえ、ゆきちゃん、今日あの子いないの？ふと松井さんが私に近づいてぼそりと耳打ちする。あの子？新入社員の田中さんのこと？今日はシフトでお休みですよ。そうそう、金髪だか茶髪だかで、和菓子屋さんなのに目立ちすぎて私ちょっと苦手よ。ああ、彼女には再三注意してるんだけどね、なかなか言うこと聞いてくれないんですよ。この間だっていつものちょうだいって言ったら、いつものって何ですかなんて言うのよ、にこりともせずに。客商売としてよくないわよ、あれは。私も頭を悩ませていた。新入社員の田中ココアさん、彼女は本店で半年研修を受けてこの店舗に配属されてからは4ヶ月といったところか。4年生大学も出ているし、頭もよく、本店での研修では優秀だったそうだが、この店舗に来てからの態度は目に余るものがあった。私から注意しておきます。すいませんでした。ゆきちゃんが頭を下げることないのよ。ただの愚痴だから。気にしないで。ココちゃんだろ？松井さんとの会話に隣で聞いていた三上さんが加わる。あの子派手だけどいい子だよ。まあ人によっちゃあの態度が慣れ慣れしいって苦手なやつもいるだろうがな。ココちゃんってココアって言うんだってな。今時の名前だ。俺は若くて可愛い子が好きだからよ。もちろん昔のゆきちゃんも可愛かったけどな。冗談はよしてください。お待たせしました。1690円です。あいよ、またね。お気をつけて。
三上さんと松井さんを見送るとふっとため息をついた。そこへ社員の平林くんがやってきた。お疲れ様です。お先休憩いただきますね。ええ、行ってらっしゃい。平林くんは3年目の社員だ。身長はスラッと高く、仕事もできるので、社員からの人気も高い。あ、ねえ平林くん、ちょっと聞きたいことあるんだけど。はい、何ですか？田中さんってどう？お仕事慣れてきたかな？そうですね。僕は直接の指導係じゃないですけど、うまくやってるんじゃないですかね。なんかありましたか？いえね、接客についてもう一度研修すべきなんじゃないかなって思ってるのよ。接客ね。ここは常連ばかりだし、ベテランの立花さんがいてくれれば安泰ですよ。またまたおだてちゃってうまいんだから。いいわ、休憩時間取ってごめんね。いってらっしゃい。いえいえ、じゃあ行ってきます。平林くんは誰の悪口も言わないし、そういうところがみんなから好かれている要素なのだけど、いまいち聞きたいことは掘り出せそうになかった。明日田中さんが出社したら少し話をしてみよう。私は田中さんへの注意点を箇条書きにして、何度も何度も読み返し、暗記できるように繰り返した。嫌な言い方にならないよう、だけどきちんとルールは守ってもらえるように。新人相手にこんなに気を使わなくちゃいけないなんて。とため息をついて、上がりにくくなった左腕をぐるぐると回した。次の日、おはようございます。私は田中さんに声をかけると、目も合わせずぼそっとおはようございますと帰ってきた。そこへ平林くんも出社してきた。あ、おはようございます。昨日は連絡ありがとうございました。私と平林くんへの態度の差に驚くというか、もはや呆れた。おはようございます。お休みだったのにごめんね。研修ってほどではないけど、日々意識を持ってお客様に接していけたらいいなってことで。平林さんって本当によく気がつくし、できる男って感じ。なるほど。平林くんは私が田中さんの接客態度について気になっていたことを察知して、田中さんに個別で連絡指導をしてくれたらしい。自分なんかまだまだですよね、立花さん。あ、いえ、すごく頑張ってくれて尊敬します。私の声は耳に入っていないようだが、ひとまず接客態度については気をつけてもらえそうだ。語尾を伸ばして半音上がる田中さんの声色を背に、私はそっとその場を離れた。数日後、ふうと重い腰をさすりながら、休憩時間を5分過ぎてもスマホをいじり続ける田中さんに声をかけた。午後、本社から社長が視察に来るので。え？社長の視察？うちの店舗に？そうなのよ、急で悪いんだけど。到着は14時過ぎって言ってたから、それまでに店舗入り口の掃き掃除をお願いでき。社長ってあの若社長ですよね、独身のイケメンの。田中さんは目をキラキラさせて私に詰め寄った。普段の仕事もそれくらいやる気を出してくれればいいのだが。はい、私対応します。あ、いえ、社長対応は私がするので、田中さんは入り口の掃除をお願いします。はあ、なんでよ、パートの分際で社長対応ってありえないんだけど。私はため息をついた。まるで宇宙人、話が通じない。真面目に会話をしようとした私が悪かったようだ。つかつかと田中さんは私に近づいてくる。
ババアは引っ込んでてください。他の社員に聞こえないよう一応気を使ったつもりだろうか。田中さんはわざと肩をぶつけながら私の耳元で吐き捨てるように言った。限界かもしれない。私はそう思った。その日の午後、あら、三上さん、いらっしゃいませ。お、ゆきちゃん、今日は外掃除かい？寒いのに精が出るね。三上さんこそこの寒い中じゃ足痛むんじゃないの？年寄り扱いするなって。お邪魔するよ。三上さんが杖をつきながらゆっくりと店内へ入ってくる。おお、ココちゃんだ。いつもの頼むね。おっちゃんだ、いらっしゃいませ。いつものね。田中さんはチラチラと私に見くばせしてくる。いつものがわからないのだろう。仕方なく私は店内に入り手を洗うと田中さんに代わって接客した。季節の和菓子、いちご餅2つね。すぐご用意しますから腰掛けてお待ちくださいね。私は裏へ包装を取りに行き、三上さんは待合の椅子へ腰掛ける。田中さんと三上さんの二人の世間話が聞こえてくる。田中さんも男性客への受けはいいんだなぁと思っていたその時、年寄り扱いするなって言ってんだ、もう二度と来るか。三上さんの怒号が響いた。何事かと表へ走っていくと、三上さんは顔を真っ赤にして杖を荒々しくつきながら店を出ようとしている。足と杖をつく順序も忘れるほど頭に血が上っているようで今にも転びそうだった。私は慌てて駆け寄る。どうなされましたか？何か失礼なことを。小娘によく教育しとけ。何が餅詰まらせちゃうようだ。客に向かってそんな言い方があるか。田中さんの方を見ると唇を噛んで腕を組んでただ見ているだけだった。田中さん、謝りなさい。あまり大きな声を出したことのない私が怒ったので、田中さんはひるんだのか少し泣きそうな顔をしている。どうしたの？三上さんや私の大きな声でのやりとりに他の社員やパートも心配そうに見に来たようだ。私、間違ったこと言ってないもん。おっちゃんが喉に餅詰まらせちゃうのが嫌だったの。あんな大きいいちご餅。それにしたって言い方ってものがあるでしょ。パートの分際でお説教しないでよ。お客さんが買った商品で何かあったら責任取るのはうちら社員なんだから。私は何も言えず、よろめく三上さんを支えて外まで見送った。ごめんなさい三上さん。しばらく来ないと思うが、ゆきちゃんも元気でな。頭を下げ続け、三上さんが見えなくなるまで私はそうしていた。店内に戻ると社員やパートが集まっていた。ちょうどそこへ社長が到着した。お疲れ様です。失礼させていただきます。今って営業時間中ですよね。皆さん集まってどうかされましたか？お客様対応中にトラブルがありまして。私がそう言った直後、田中さんはまた私の肩にぶつかりながら耳元でつぶやく。65歳にもなって必死にパート続けて若いこっちに迷惑かかるのよね。ババアはさっさとやめてくれない？田中さんはうすら笑いで私を見下ろす。わかりました。私はエプロンと帽子を脱ぎ頭を下げると逃げるようにその場を後にした。大人である以上冷静にとは思うものの、悔しさと悲しさで涙がこぼれてしまいそうだった。30年
いろいろな出会いがあり、別れもあり、いろいろな感情とともに過ごしてきたこの店。嫌なこともあったが、従業員や常連客の優しさで成り立っていたような温かい店。だけど、どこかで幕を引くことは誰しも当然かもしれない。上がりにくくなった肩や立ちっぱなしで痛む腰。お荷物と言われてももはや否定する体力もない。立花さん、どうしたの？昔から一緒に働いてきた社員やパートが声をかけてくれた。私、お店辞めるわね。ちょっと、どうしたの急に。ごめんなさい、いきなりよね。でも、決めたの。そんな、社長呼んでくるから。有無を言わさず、パートが走って社長を連れてくる。バタバタと走ってくる足音。母さん、辞めるってなんだよ。社長の声に若い社員やパートたちが振り返る。母さんって、すいません。社長は気まずそうに咳払いをして私を見据える。立花さん、どうか思いとどまってもらえませんか？社長、忙しいんでしょ？視察はいいの？今はそれどころじゃ。私は古くなった和菓子作りの機械を眺めながら昔のことを思い出していた。あなたの小さい頃ね、私ずっとずっとあなたと二人で家にいて、あなた体が弱かったからすぐに泣くし熱は出るし、しまいに痙攣を起こすものだから不安で心細くて、私まで毎日泣いていたのよ。そんな私を見かねてお父さんがうちの和菓子店でパートしないかって言ってくれたの。気分転換になるからって。お父さんと出会ったのも私が働いていた喫茶店でね。接客は大好きだったから。とはいえ、和菓子の世界って奥が深くて難しいことだらけで、毎日クタクタになってがむしゃらに働いたっけ。お父さんが亡くなって、あなたが正式に社長に就任したけど、ここまで店舗展開するのは並大抵のことじゃなかったんだからね。朝早くから夜遅くなんてもんじゃないわね。明け方過ぎてお店が開いて、お昼を食べながら寝ちゃって、その時間を取り戻すんだってまた寝ないで仕事して、そんな繰り返しだったわよお父さん。その背中が大好きだった。でもこのままじゃ倒れちゃうって思ったから、私にもできることがないかって必死で考えて、私が案を出してお父さんと二人で冬限定販売のいちご餅を作ったの。私の字を取って雪の花。このいちご餅のヒットで会社は大きくなった。そして今はあなたが舵を取っていることで安定して経営も続いている。だからもう私にできることはないのよ。すべてを捧げてきたから。そんなことって。シーンと静まる中、田中さんのか細い声が聞こえてきた気がした。失礼します。私は振り返らずその場を後にした。今頃の時間だとパートさんが交代の時間ね。私は自宅で本を読みながらコーヒーを飲み、ゆっくりと過ごしていた。店舗から離れても店舗のことばかり気にして時計を見るのが癖になっているようだった。そこへ社長から電話が入る。母さん、ごめん。あの店舗がもうダメになるかもしれない。戻ってくれないか？弱ったような息子の声に血圧がさっと上昇していくのを感じる。
何よ、どうしたの？母さんが辞めてから常連客がみんなどうしたって騒いでるらしい。例の新入社員もミスだらけで、それをフォローする人もいないから新入社員は落ち込んで出社拒否だって。忙しくなるって辞める人も出てきて、雰囲気も最悪なんだと。あの店舗には平林くんがいるじゃない。あの子はできるでしょ。平林くんは経営側に欲しいから本社に勤務してもらってる。そう、あなたもいろいろ考えてるのね。私にも少し考えさせてちょうだい。前向きに検討お願いします。電話を切ると読み書きの小説にしおりもかけず投げ出し、身支度を始めた。髪を溶かしながら田中さんの言葉を思い出していた。おっちゃんが喉に餅を詰まらせちゃうのが嫌だったの。あんな大きいいちご餅。お父さんと作った思い出の商品だから、長年レシピも同じものをずっと使用してきた。見栄えのする大きないちごを選んで、粒皮までしっかり感じられる粒あんをまとわせ、もっちりと弾力のある餅で包み込んだ和菓子。杖をつく三上さんや腰をかばうように歩く松井さん。常連客がずっと来てくれているわけで、客層は年齢が上がっている。確かにあの餅を喉に詰まらせる危険はある。狭い店内で待ち合いの椅子が少ないのも足が遠のく理由になりうる。それに田中さんをはじめ他の従業員のミスを私一人でフォローしていたことも、彼女の成長、社員の成長、会社の成長にはつながらなかったのではないか。タクシーを拾い本社まで飛ばした。マニュアル通りの接客をするタクシー運転手にマニュアル通りの支払い。接客マニュアルの一体化か。スマホを取り出すとつらつらと思いついたことを書き並べた。タクシーを降りると本社前で平林くんが出迎えてくれた。お疲れ様、平林くん、久しぶりね。お疲れ様です。社長は打ち合わせ中です。そう、思いつきで飛び出してきたんで、アポ取らなきゃ息子にも会えないなんてね。驚きました。立花さんがまさか立花堂の社長夫人だったとは。隠してたわけじゃないんだけど、なんとなく言いづらくてね。かっこいいな、そのフレーズ。さ、役員候補も忙しいでしょ。仕事に戻った戻った。そこへ社長からの着信が入る。そうね。うん、ええ、同じ方向を見ているようね。電話を切ると私はくるりと向きを変えた。あれ、立花さん、本社には寄っていかないんですか？皆さんによろしく伝えてちょうだい。忙しくなりそうよ。平林くんは深々と頭を下げて、タクシーが見えなくなるまで見送ってくれた。そういうところよね、人を思うってことは。私は立花堂の全販売職員の研修会に講師として壇上にいた。就業時の服装、基本的な接客、販売ノウハウ、店舗運営マニュアル、そしてお客様への注意喚起、よく噛んで召し上がっていただくこと、喉に詰まりやすい餅を使用した商品には注意書きとともに一言かけることを徹底した。相手を思いやる気持ちを大切にしてほしいと伝え一礼すると、販売員から拍手が上がった。同じ方向を見て歩いていける仲間が今はこんなにいてくれる。お父さん、本当に頑張ったんだね、と胸が熱くなった。講演を終えると控室には田中さんが来ていた。黒髪をしっかりと束ね、
スーツ姿だったので最初は誰かわからなかった。お疲れ様です。お久しぶりね。出社拒否したんだって？それはごめんなさい。嫌に素直で驚いた。私ごめんなさい。何よ、私が社長夫人だって分かったら態度を変えるの？まあそういう世渡りも必要だけど。違います、私本当に反省しています。調子に乗ってたんです。今年の採用、私だけ優秀だっておだてられていい気になって。私が橘堂に入社志望したのは雪の花に一目惚れだったんです。丸くて柔らかくて可愛くて、和菓子を新鮮だって感じられるのに衝撃を受けたんです。その雪の花がどうやって考案されたのか、あの日知ってますます大切にしなきゃって、大切にしたいって思うようになったんです。私父親がいなくて、母親一人で私を育ててくれたんです。だから橘さんが言ってたような家族の温かさとか全然知らなくて、知らなくてもいいやって思ってました。知りたくもないっていうか。でも雪の花を買っていく人の笑顔とか、橘さんがいなくなってからのお客様の悲しそうな顔を見てたら、なんか守ってあげなくちゃってもうよく分かんなくなって。田中さんは目に涙をいっぱいためて手をぎゅっと握りしめていた。本当にすいませんでした。深く頭を下げる田中さん。床には涙がポタリポタリと垂れていた。顔を上げて。数秒の沈黙の後、手で涙を拭いながら田中さんはまっすぐ私の目を見た。これが演技だとしても、そこまでできるならもう安心だ。三上さんに言ってくれたでしょ、お餅危ないって。言い方は悪かったけど言ってくれてよかった。注意喚起をなあなあにしていたのは会社も悪かった。そこにカツを入れてくれたこと本当に感謝してる。ありがとう。田中さんは肩を震わせながらも目をそらさなかった。古き良きものはもちろん大切だけど、あなたみたいにガッツのある人が入ってくると変化を起こしてくれるから、それが良い変化になるのか悪い変化になるのかは、そうね、経営陣の腕の見せ所かしら。私は立ち上がり、田中さんの肩をポンと叩いた。まだまだ若いんだから、これからもガッツ見せてちょうだいね。ありがとうございます。そうして田中さんは今まで通り店舗の社員として続けていくことになった。そして私はというと、いらっしゃいませ。あら、三上さん、お久しぶり。おお、ゆきちゃん、どうしても足が向いちゃうんだよな。不思議な引力に引き寄せられてるみたいだ。私は販売員に復帰して今もパートとして働いている。月に2回ほど販売員の指導係として他店舗へも顔を出している。本社へ打ち合わせのために出向くこともあり、以前より忙しく過ごしているが、体が持つ限りできる最善は尽くしたいと思う。ところでココちゃん来てるか？はいよ。おっちゃん元気？こらこら、お客様に向かっておっちゃんもタメ口もやめなさい。三上さんは目尻を下げて笑っていた。この間は悪かったと思ってな。ココちゃんまだ入りたてなのに、こんな親父に怒られて怖かったろ。全然、橘さんの裏の顔に比べたらなんてことないですよ。ちょっと何よ裏の顔って。田中さんとはあれ以来言い合うこともあるけど、お互い腹を割って話せている。
同じ和菓子を大切に思う仲間、お客様を守りたい信念を持った仲間として。漫談見てるみたいだな。こりゃいいや。立花堂に通うのがまた楽しくなるよ。ずっと続けてくれよ、二人とも。俺もずっと通うから。そう言って三上さんは笑い泣きなのか何の涙なのか拭っていた。私と田中さんは三上さんが見えなくなるまで見送った。午後、平林くんが店舗にお手伝いに来てくれるそうよ。え、あの平林さんが？ウキウキしちゃう。言うことは相変わらずだけど、以前より嫌味に感じない。私も先入観にとらわれていたのかもしれない。お疲れ様です。お久しぶりです。で、平林さん、松井さんと一緒に？僕の義母です。え、平林さん結婚してたの？菓子作りの時は指輪も外してるし、いや、誰かのセリフじゃないけど、隠してたわけじゃないけど、言いづらくてねってとこかな。よく覚えてたわね、そのセリフ。こうなったら若社長を狙うしか。ごめんなさいね、うちの子ももう子供二人いるから。いつの間に。若いからってみんな独身とも限らない。失恋した田中さんは菓子作りに一生を捧げると笑っていた。何でもココア味の和菓子を作りたいんですって。それを聞いてみんなで笑った。でもガッツのある彼女ならいつか成し得るんじゃないかなと、私は密かに楽しみにしている。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。副業が OK の会社なのに、専務は副業をしている人を嫌悪している。僕も専務に嫌われている人の一人だった。そんな専務が僕の机を叩きながら大きな声を上げた。なんだその勤務態度は。僕の勤務態度のことを言っているらしい。とはいえ、今日の僕は体調がすこぶる悪かった。高熱が出ているから休ませてくれというこちらの願いを一蹴したのは専務本人なのに。副業ばっかりで仕事をなめているのか。何を言っても聞く耳を持ってもらえない。専務にとって副業への偏見はそれくらいひどいものだ。そしてついに僕は専務にクビだと宣言された。もうどうでもいい。熱にぼーっとする頭で僕は気づけば喜んでやめますと口にしていた。その後、ことの次第を知った社長が飛んでくることになる。その時になって初めて専務は僕の正体を知るのだった。僕の名前はネオカイト、35歳。広告代理店で働くごく普通のサラリーマンだ。と言っても実は広告代理店は副業で本業は別にある。僕の勤める会社は届け出れば副業が可能なのだ。この柔軟な勤務形態は僕のような働き方の者にとってはとてもありがたいものだった。この会社も勤め始めて7年になる。実は昔、随分と長い間仕事を転々としていたのだ。それは主に僕のコミュニケーション能力のなさが原因だった。僕は文章を書くのは得意な方なのだが、おしゃべりをするのが圧倒的に苦手なのだ。それが原因で若い頃は職場の人間関係になじめず多くの苦労をした。人付き合いが悪いやノリが悪いという印象を持たれた後はいつの間にかどんどん人が疎遠になっていくのだ。ノリと勢いが大事とされる職場では特にうまくいかなかった。こうした職場では大体が最後に煙たがられる存在となって終わりだ。一度根付いた印象はなかなか覆るものではなく、
修復もまた難しいものだった。なので昔は自分に合う職場が見つかるまで職を転々としていたのだった。こうして見つけたのが現在の職場。ここは社員や会社全体の雰囲気が落ち着いていて居心地がとてもいいところだ。やっと自分に合う職場に巡り合えたという感じがして嬉しかった。この会社でコピーライティングの業務を担当している。文章力があることが僕の強みだからこの業務はなかなか楽しく性に合ってるのが身に染みて分かった。それに何より僕の作る文章は豊富な知識に裏付けられているのだ。自分で言うなと言われる話だが、これに関しては僕にも自負がある。なぜなら人付き合いが苦手だった僕の友達はいつだって本だったからだ。長い月日をかけてたくさんのジャンルから数えきれないくらいの数の本を読んできた。作品が伝えようとすることを読者である僕たちは全力で受け止める。その過程の中で着実に知識が自分の中に定着していっているのを実感した。その結果僕の文才も少しずつ伸びていったというわけだ。担当したコピーライティングを見た人はワードセンスが光っているとお褒めの言葉をくれる人が多く、世間の評判も上々だった。こうした評価がやりがいとなってモチベーションに直結しているのを体感する日々だった。ということでこの会社は業務自体がとても楽しいと思う。しかしこの会社が好きな理由が実はもう一つあるのだ。それは同じ部署で仲のいい同期の存在だ。いつも人間関係がうまくいってなかった僕にとって同期と友好な関係を築けているのは奇跡みたいな出来事だった。中でも特に鈴木千早という女性とはとりわけ仲が良くなった。彼女は英米文学が大好きでたくさんの作品に精通しているようだ。読書が大好きな僕と話がとても合った。僕としても文学について語り合える人ができることはとても嬉しいことだった。僕はさまざまなジャンルを好んで読むのだけど中でも短編集が一番好きだ。対して千早さんは戯曲を好んでいた。戯曲はねテンポがいいのはもちろんなんだけどやっぱり演じることを前提としている作品なの。普通の小説からは感じられない空気感が私は大好きなの。そうまるで息遣いまで聞こえてくるような登場人物の動きが自分に憑依してくるような感覚に体中がうずく感覚がするの。こんな感じのことを千早さんはいつも興奮気味に語っていた。大好きな戯曲の話をする時の彼女の目はどんな言葉でも表すことができないくらいキラキラと輝いていて本当に文学が好きなんだなとしみじみと感じた。お互い好きなものを語ってそれを聞くことで新しい世界が開けるような感覚がとても斬新だった。このように僕たちが勤務後に二人で文学談義をして盛り上がるようになるまでそれほどの時間はかからなかった。この平和な日常がこれからも続いてくれれば日々そう思ってならなかった。しかしそんな僕のささやかな願いはある人物の登場とともに崩れることになった。その人物はというと専務の大林だ。大林は関連会社からの天下りでこの会社にやってきた。一見人当たりがよくバリバリに仕事ができるエリート的な人物。頼りがいがあってかっこいい人だなというのが僕の第一印象だった。しかし彼は僕たちとは致命的に相性の悪い考えの持ち主だった。というのも彼尋常じゃないレベルで副業が嫌いなのだった。もちろん彼も事前にこの会社が副業 OK なのは耳にしていて理解しているはずだ。しかし大林の副業嫌いは会社がどんな方針だろうとまるで関係がなかった。どうしてそれほどまでに副業を嫌悪しているのかというとそれは
彼の過去に理由がある。どうも大林は前の会社で副業していた部下に裏切られてしまった経験があるとのことだった。手塩をかけて教育していた部下、仕事のできる大林のことだから真剣に全力で教育に努めていたことだろう。もしかしたらとても可愛がっていた部下だったのかもしれない。しかしその部下が陰で競合他社を相手に副業をしていたのだ。その結果、最終的に大林は裏切られることになり、自社はノウハウを盗まれて被害を被る形になったようだった。その事案で言うと、誰が見ても悪いのはその部下本人だ。大林専務には同情さえするほどだ。しかしだからといって全ての副業が悪いという決断を下すのはいささか短絡的すぎると思う。副業をしている人のほとんどはそんな悪意を持って働いていないし、むしろ副業 OK としてくれる会社には多大なる感謝の気持ちを持って勤務しているはずだ。かくいう僕だってその一人だ。しかし大林にはそんな気持ちは全く伝わらないようだ。日々の言動からは副業全般にかなり偏見を持っているのがひしひしと伝わった。僕の働く広告代理店も大林の異動により随分と社内が一転した。のんびりと穏やかな雰囲気だったオフィス内がどよーんとした重たい雰囲気に包まれるようになったのだ。というのも、このオフィスの中では半分の社員が副業をしているからだ。それなのにもかかわらず、ことあるごとに大林は副業している社員をあぶり出しては嫌なことを大声でみんなに聞こえるように言うのだった。副業しないといけないほど金がないのか、借金でもあるのかといった言葉が行き交うのは日常茶飯事。ひどい時には隠し子でも養ってるのかという暴言さえ飛び交った。違いますと反論したところで、まるで聞く耳は持ってもらえない。挙句の果てには、どうせ本業も副業も半人前に違いないと決めつけられてしまう始末だった。また社風も大きく変わった。以前までは比較的誰でも定時退社できるのが基本だったのだが、専務が来てから定時退社が許されなくなってしまったのだ。定時間際に仕事を押し付けられることなんて頻繁だった。運よくそれから免れて、自分の仕事が終わったから帰ろうとした時のこと、お疲れ様でしたと言って席を立とうとした僕に、大林専務は、いいご身分だな。こうして残業している人がいるというのに何も感じないのかと声をかけてきた。唐突な文句に何も言い返せずにいる僕に対して、大林専務は、いや、もしかして今から副業か。だとしたらなんてかわいそうなんだ。普通に働くだけじゃ生活できないってきつい話だよな。まあいいや、どうぞどうぞ帰ってと小バカにしたような様子で嫌味を続けるのだった。こんな会話が飛び交うのが当たり前のオフィス。しかし大林専務は仕事がとてもできる人だったため、誰も文句や反論ができなかった。何か言えばクビにされてしまうんじゃないか、そんな恐怖が僕たちの中を充満していた。実際何人かの社員は副業を辞めたりさせられたのだ。副業ができないのならこの会社にいる意味がない、そういう理由から自ら広告代理店を辞めた者も何人かいた。僕は過去の経験から、こんなに自分に合った職場を見つけるのはとても困難だと感じていたので、この境遇にも耐えることにした。千早さんも同じようで、何を言われても黙ってこらえている様子だった。けど心の中では二人ともネチネチと言われる嫌味攻撃と仕事の邪魔をされるような日々に心底うんざりだった。そんな中、社内ではインフルエンザが流行り始めた。ウイルスというものは一人が感染すると蔓延していくものだ。徐々に罹患する社員が増えて、お休みを取る人が増えていった。そんな現場に大林専務は
苛立ちを隠せないでいるのが伝わった。とはいえこればかりは仕方のないこと。注意していてもかかる時はかかってしまうものだ。それにもかかわらず大林専務は日に日に怒りを大きくさせていた。次第に怒りは目に見えて態度に現れ始め、ついには休んでいる社員のことをボロクソに文句を言い始めるのだった。これはかかりたくないな。もしかかったらなんて言われるか。それを想像するだけでも気分が重たくなるようだった。しかし翌日の朝、無情にも恐れていた事態が起こった。ついに僕もインフルエンザに罹患してしまったのだ。前日から少しゾクゾクとした悪寒を感じていたため、嫌な予感はしていたのだが、今朝起きたら高熱で頭もフラフラだった。インフルエンザ特有の関節の痛みもあって、完全に感染したのがわかる状況だった。まずいな。結局感染してしまった。これでは到底仕事なんてできる状況ではない。そう判断した僕は、高熱で倒れそうになる体を何とか起こし、会社に休みの連絡を入れることにした。社員の出社状況を管理しているのは大林専務。なので必然的にこの電話は大林専務につながることになる。なんて言われるかを考えると、よりしんどさを感じて苦しい気分だった。3コールくらい続いた後、やはり大林専務が電話口に出た。いつも通り低くて威圧感のある声だった。お疲れ様です。ネオです。おい、何？朝一だというのに、すでに不機嫌な大林専務。僕は大きく息を吸いながら、覚悟を決めて休ませてもらうよう伝えた。昨日から体調が悪くて、今熱を測ったら39度を超えているんです。それで？体の症状から判断するに、インフルエンザだと思います。後ほど病院にも行こうと思いますので、ひとまず今日は休みをいただけないでしょうか。できるだけ申し訳ない気持ちを全面的に伝えてみた。実際休むことで僕が担当している業務は止まるわけだから、罪悪感を感じているのも事実だった。しかし大林専務から返ってきた言葉は、そんな僕の気持ちを全く感じ取っていない、恐ろしく冷たい言葉だった。副業なんかしているから体調管理ができないんだ。社会人としての自覚を持てよ。どうせ意味のない副業なんかのために会社をバカにしてんのか。電話越しからでもわかる大林専務の怒り。他の人はともかく、僕の場合はインフルエンザにかかったのも副業のせいだと思っているようだった。確かに本業も大きな賞の締め切り前で忙しかったのは事実だ。しかしこの感染はおそらく会社で流行っているインフルエンザによるものに違いない。オフィス内の半分くらいの人が毎日咳をしている環境で、どんどん社員が罹患して休んでいく現状なのだから、僕が感染したとしても仕方のない要素が多いような気がした。しかし大林専務はそう思ってはくれないようだ。副業を絡めた説教をした後、マスクをして出社しろとだけ言って電話を切ってしまった。この場合どうしたらいいのだろう。僕が出社することで他の人にもうつす心配がある。僕としても薬を飲んでも熱が下がる様子はなく、しんどさは加速する一方なので、病院に行った後はおとなしく安静にしていたかった。しかし少し時間が経った後、絶対に出社しろとのメールが大林専務から届いた。これを読んだ僕はもう断ることなんてできないような雰囲気を感じていた。ここで許可なく休んだらどうなるんだろう。それを考えると、熱で侵された体を引きずってでも会社に行かないといけないような気がしてならなかった。結局この日の僕はフラフラの状態で出社した。しかし僕の出社を見た大林専務はいつも通り大量の仕事をこちらによこしてくるのだった。頑張らなくては、頭ではそう思っているのだけれど思うように体が動かない。
マスク越しに感じる自分の息の厚さに頭が割れるような頭痛が引き起こされた。大丈夫？すごくしんどそうよ。無理しないで休んだ方がいいわ。そう言ってくれる千早さん。彼女は本当に心配そうな目でこちらを見ていた。朝に休ませてほしいって連絡を入れたんだけどね。専務が必ず来いって。そう言いながら苦笑いを見せる僕に対して、千早さんは整った顔をぎゅっと歪ませていた。それにしても体中が本当に痛い。熱で頭もぼーっとして、仕事は全くままならなかった。僕はいつの間にか机の上でぐったりとなってしまっていた。もたげた頭でパソコンの文字を読むのがやっとだった。そんな僕の様子を見つけた大林専務。彼は眉間にシワをぐっと寄せたまま、ずかずかとこちらに歩いてきた。そして次の瞬間、バンと僕の机を思いっきり叩いた。静まり返るオフィス。あまりの大きな音に誰もが手を止めてこちらを見ていた。なんだその勤務態度は。すみません、頭が痛くて回らないんです。お前そんなことが通用すると思ってるのか。そんな勤務で給料だけ持っていきやがって。割れるような頭痛の中、大きな土星が頭をこだまして、まともに返事をできない僕。そんな僕の態度が気に入らないのか、大林専務の怒りはますますヒートアップしていった。どうせこの仕事がなかったら生活苦に陥るくせに、お前もうクビにするぞ。僕は熱のせいもあってなんだかもうどうでもいい気分だった。何よりこの専務の目の前からいなくなりたくてたまらなかった。だから僕は、クビですか？喜んで。気づいた時にはそう言ってしまっていた。気だるく重たい体を引きずりながら、僕は部署の同期が手配してくれたタクシーが来るのを待つ。付き添ってくれている同期たちはみんな、本当に大丈夫か？家まで帰れるか？と心配そうだ。こうした優しさに触れていると、改めてこの会社の人たちの優しさを感じる。こんなことになってしまったけれど、僕はもともとこの会社がすごく好きだったのを身に染みて思い出した。その時タクシーを待っている僕のもとに、ことの顛末を知った社長が飛んできた。どうやら千早さんが社長に知らせてくれたらしい。急いできた社長はうっすらと汗ばんでいて、息も絶え絶えだった。そして僕のもとに駆け寄り、大丈夫か？無理しないでくれ。それに今回のことはもう一度考え直してくれないか？と言うと、懇願するような顔でうなだれてしまった。そんな社長の様子を見て、ポカンとした表情を浮かべる大林専務。なぜ社長はこんな奴を引き止めようとするのだ？とでも言いたげな顔だった。社長はそんな大林専務を見つけると鬼の形相で近づく。そして、大林君、一体どういうつもりだ？君は何を考えているんだ？と激怒し始めた。なぜ怒られているのかわからない大林専務、明らかに驚いた様子で焦りをあらわにしていた。社長、こいつネオの職務態度を見てください。全く働かないんですよ。インフルエンザで働かすやつがどこにいるんだ？それはまだインフルだと決まったわけではありません。それに副業のために仕事をおざなりにする社員なんて必要ないと思います。君、ネオ君がどんな人か分かっていないのか？そう、大林専務は何も知らなかったのだ。副業している人がみんな一人前の職務を全うしないと決めつけていたのが原因だろう。実は僕はこの広告代理店では一番のやり手コピーライターとの評価をもらっていたのだった。社長によると、僕がいなくなったら会社が回らなくなってしまうらしい。あくまで社長曰くだから、本当のところはわからないものだけれども、
けど実際そういった評価をもらっているのは事実だった。そして大林専務はもう一つ大きな勘違いをしている。それは僕の仕事についてだ。僕が他に副業をしていると思っているのだが、僕にとってはこちらの仕事が副業なのだった。僕の本業は作家だ。ありがたいことに収入面においても確実にこちらが本業と言っても何の問題もない。若い頃は売れず飛ばずの苦い経験をたくさんしたものだが、最近では俗に言う売れっ子作家として少しずつ有名になっていた。作品はヒット作も多く、魅力的な視線で書かれ、読みやすいのに心に響くとの評価を受けることが多い。自分的にも鮮やかに展開される短編小説を書くのが特に好きだった。つまり広告代理店はこの本業の手腕を生かしながらの勤務だ。短編小説を書くのを生業としている僕にとってコピーライトはとても得意な作業だった。インフルエンザが完治するまでしっかり休んでください。その後はお願いだからまた出社してくれないか。タクシーに乗り込む直前まで社長はそう言って僕に懇願していた。社長がそう言うならこの仕事は楽しいし、基本的にみんな優しくて好きだし、僕は回らない頭で社長からの懇願を受け入れようかなと思ったりしていた。大林専務は感染症の社員を無理に出社させた上、一番のやり手社員を理不尽にクビにしようとしたことでかなりひどく叱責を受けたようだ。今回のことのみならず他の社員からの不満もたまりにたまっていたので、誰も擁護することはなく、むしろ逆に被害を訴えた社員もいたという話だった。僕は小さい頃から人と交わることが苦手だった。もっと言うなら幼少期、言葉を発するようになったのもかなり遅かったようだ。これには親も随分気をもんだらしく、いまだにあの時は本当に心配したんだよと言ってくるほどだった。しかしその反動なのか、文章力は周りの子の群を抜いていた。うまくおしゃべりはできないのに文章を書かせたらスラスラと言葉が紡がれるのだ。しゃべるより書く方がよほど性に合っている子供だった。そんな僕の幼少期はやはり読書と創作とともにあった。友達と遊ぶより本を読んだり自分で物語を作る方が楽しく感じたのだ。図書館にこもってたくさんの文学に触れているうちに国語力はめきめきと上達していった。中高とそんな日々を過ごし、大学は当然のごとく文学部に入学した。思う存分専門的な知識を得られる大学は夢のような場所だった。同じように創作活動に励む学友等ととても楽しい4年間を過ごした。そして卒業後、僕はそのまま作家になる道を選んだ。自分のこれまでの努力と才能を信じていたからこそ夢いっぱいのスタートだった。しかし実際は作家になるのはとても難しく厳しい道のりだった。まずチャンスに恵まれない。自分の作品を売り出す機会に当たることがほとんどないのだ。僕の才能も例のごとくなかなか見出されなかった。それでも諦められない作家という夢、僕はいろんな職を転々としながらなんとか食いつないでいた。人付き合いがうまくいかなかったのもあり、定職を見つけるのは難航した。転々とする仕事の傍ら、作品を出版社に送り続ける日々だった。その中で何社目かに就職したのがこの広告代理店だった。ここでのコピーライトの業務は過去のどんな仕事よりも性に合っており楽しかった。また会社からこんなに評価されたのはこの仕事が初めてだった。この会社では嬉しいことに人間関係もうまくいったこともあり、長く勤めることに成功した。本職ではないとはいえ自分の属する環境ができたことがすごく嬉しかった。ここの社長が副業 OK にしている理由は、夢を持つ社員の応援をしたいという善意からのものらしい。もちろん僕も入社の際に作家を目指していることを伝えていた。
社長はそんな僕を応援してくれるとともに、親身になって支えてくれる人だった。例えば、文学賞の締め切り前は自由に有給を使う許可をくれた。結果発表の時なんかは、結果はどうであれ、いつも食事に誘ってくれたりした。どんな時も優しく見守りながら応援をしてくれる社長の存在がとてもありがたくて、ある意味辛い日々の中での僕の心の支えだった。今の僕があるのはこの会社に勤めて社長の支えがあったからだと思う。売れなかった頃の恩義があるからこそ、僕は売れっ子作家となった今でも社長の元から離れられず、広告代理店でコピーライターの仕事をしているのだった。ピンポーン。一人暮らしで静まり返っている部屋にインターホンの音が鳴り響く。気だるい体を起こしてドアホンを見てみると、そこにいたのは千早さんだった。インフルエンザで寝込んでいる僕の体調を心配して彼女がお見舞いに来てくれたのだった。飲み物や冷たい冷えピタの差し入れ、一人だと全てが億劫で、ただベッドに横になっていただけだったから、冷えピタの気持ちよさに感動した。しかしこんなウイルスだらけの空間に千早さんを入れておくわけにはいかない。僕は必死で帰るよう勧めた。千早さん、ありがとう。でも移ると大変だから、もう帰った方がいいよ。でも、こんなに会社で広まっているんだから、もうかかってるかも。それも困るけど、本当にしんどいよ、インフルは。でしょ？一人じゃ看病してくれる人もいないし、そんなの治りも遅くなるよ。そう言いながら、テキパキと机を片付ける千早さん。感染したらどうしよう、と怖がる僕に、彼女は笑いながら体温計をこちらに渡してくるのだった。何度だった？7度9。まだ少し熱があるね。しんどさは？だいぶマシになったよ。まだぼーっとした感じはあるけど。そっか、つらいよね。食欲あんまりないと思うけど、食べなきゃ治らないから、おかゆでも作るね。千早さんはそう言って、手早くリビングに立った。え、調味料全然ないじゃん。という声がかすかに聞こえた。何でもないように看病してくれている千早さんだけれど、僕はもちろん女の人に病気の看病をしてもらったことはない。交際経験がないわけではないのだが、比較的、いや極めて少ない方なので、内心では心臓がバクバクだった。果たしてこの熱は本当にインフルエンザによるものなのだろうか。もしかしたら職場とは違う雰囲気の彼女に照れてしまっているのかもしれない。動かない頭でそんなことを思ったりした。正直あまり食欲がなかったのだが、いざ目の前にほかほかの卵がゆが出されると、お腹は空腹を思い出したかのように反応した。レンゲですくって一口口に入れる。優しい味付けで柔らかく炊かれた、それは今までで一番おいしいおかゆだった。すごくおいしい。本当？よかった。そう言いながら彼女は今度は自分もレンゲを口に運ぶ。当たり前のように食べているが、使っているのは僕の家のレンゲだ。その事実を意識すると妙に恥ずかしく、少し嬉しさにも似た興奮を覚えた。僕は照れを隠すかのように、本当に映るよ、ともう一度伝えた。彼女は熱々のお粥をパクパクと食べながら、小悪魔的な笑みでこう言った。じゃあ移ったら、今度はネオくんが看病してね。千早さんにはかなわない。僕は心底そう思った。もともと気が合うし、話も弾むし、素敵な女性だと思っていた。しかし千早さんもまた本職が別にある人。女優を目指して劇団に所属しているのだ。広告代理店では、その撮影知識や他の女優との人脈を生かして広告撮影に役立てている。僕と同じく本業と副業が良い相乗効果を生んでいる人の一人だった。
ということで、千早さんは女優志望の女性なのだ。ということは、当然のごとく、顔がとても整っていて、スタイルも抜群だ。それに加えて誰にでも優しく、人当たりの良さまで持ち合わせている。人を見た目で判断するのには反対だけれど、どう見ても彼女は僕にとって高嶺の花だった。しかし今回の看病を経てあることに気づいた。恐れ多くも彼女も僕に好感を持ってくれていたのだ。僕たちはそれとなく思いを伝え合い、自然な流れで付き合うことになった。僕はあまりの嬉しさに舞い上がり、高熱が再来しそうな気持ちだった。リンゴを剥きながら、ずっと前からそれとなく気持ちを伝えていたのに、なんで気づかなかったの？という彼女。整った顔で上目遣いに睨まれ、こんな可愛い子を相手にそんな選択肢、想像さえできなかったよ、と心底思う僕なのであった。千早さんの看病もあり、僕はすっかり元気になった。どうしようかと悩んだけど、仕事へ復帰することにした。会社に着いた途端、開口一番に社長が僕の手を握りながら、よく来てくれた。本当にありがとう。と言ってくれた。本当に感謝を伝えたいのは僕の方だ。今でもこんなに必要としてくれている事実が嬉しくてたまらなかった。これからも社長の恩義に応えるべく、もっともっといいコピーを作っていきたいと心から思った。そして本業の作家業、名も売れてきた僕の今後の目標はズバリ映画化である。映画化と聞くとあまりにも大きく現実的ではないと思われがちだが、大きな賞を取ることができればそれも夢ではなくなるのだ。実は今回の大賞は最終選考に残っているとの連絡が来ている。結果が分かるまで内心ドキドキなのだった。もし本当に映画化された暁には、千早さんもその映画に参加するつもりらしい。とはいえ役をつかむのは千早さん自身。何があってもオーディションで勝ち取ってみせると僕以上に意気込んだ様子の彼女だった。ところで大林専務はというと、社長に叱られたことでシュンとしていた。ひどく叱責されたことで偏見を捨てることができたのかもしれない。副業する社員のすべてが裏切るわけでもないのだと思い直し、自分の行動を反省しているようだった。今では社員いびりをすることもなく、基本的にあまり役員室から出てこなくなった。おかげで帰り際に仕事を押し付けられることもない。会社には平和が戻ってきたのだった。僕や千早さんのように二足のわらじを履いてるからこそ、両方に好影響が出るということもあるのだ。副業があるからこそ時間の有用性を誰よりも理解しており、時間内に作業を仕上げるという意識が湧くのではないだろうか。要は副業の生かし方や心構えが重要なのだ。どちらも中途半端ではいけない。どちらも完璧に熟す。僕にはどちらもやっているからこそ持てる強みがあると思う。それを生かして今後も頑張っていきたい。そうするうちにもらった分の恩を少しでも会社に返していけるような気がした。ただいま。二人分の帰宅音が家の中に響く。僕たちは最近同棲を始めた。一緒に生活してみると新しい発見がたくさん見つかるものらしい。千早さんは実は超大食いだということが最近分かった。スタイルをキープしなくちゃと言いながらパクパクと白ご飯を食べるのだから、ますます魅力的だ。いつか二人の夢が、二人で作る映画の夢が叶ったら、その時は結婚したいな、なんて思ったりしている僕なのであった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。